火山の娘。みんなこのゲーム知ってるかな？なんかね、プレイヤーがここにいるパパになって、この超絶可愛い天使みてえな娘を育てるっていうゲームなんだけど、もうね、めっちゃめっちゃ面白いんだって。もうめっちゃ泣けるし、とにかく神ゲーらしいんだよね。で、多分みんな思ったでしょ？お前に子育ては無理やろって。舐めるなよ。まあ、確かに、私、ちょっとちっちゃい子供というか、まあ、幼稚園児ぐらいの子供、正直苦手なんですよ。ちょっと苦い思い出があるんで。ただ、自分の娘と思えば、話は変わってくるんじゃねえかなと思って、ちょっとやってみようかなと思います。火山の娘って一応なんか異世界が舞台らしいんだよね。で、一応なんか戦闘とかもあるらしくて、なんかいろんなことができるんだって。エンディングもすげえあるし。じゃあ行きます。楽しみ！すげえ前から気になってたんだよね。今日は、妻と知り合って10年目の記念日だ。朝一緒に。祭壇への量産。はぁ、進むんだね、勝手に。昨日はあんなに張り切って早めに起きるよと言っていた。妻がまたぐっすり寝ている。しょうがないから一人で行くか。うん。もともときちんとトノットノトノって寝ていた祭壇が、今やめちゃくちゃ。読みづれな。こんなシチュエーション、全く祈りを捧げる雰囲気じゃない。勝手に進まれるとね、うまく喋れねえんだわ。だから俺は、妻が大好きな花を摘んで、家に戻った。お母ちゃんなんか、あ、でもそっか、そういうことか。パパ、まあ、男で一つで育てるってことは、このお母ちゃん、奥さんは亡くなっちゃうってことなんかな。そっと妻を起こす。綺麗だよな、多分。おーい。うん。お、ごめん。私また寝過ごしちゃって。あー、これも勝手に済むのね。ゆっくり休めばいいさ。髪の色独特。クリーム色に、ちょっと灰色がかった。なんだろうな。ゆっくり休めばいいさ、マイハニー。はい。記念日に一緒にお祈りするって約束したのに。これを、ん？これを、食べな。あ、なんか一応ね、日本語ボイスらしいんだけど。え？綺麗な UFO ビリビリビリで夢でずっとあなたのこと思ってたわよ。赤ちゃんの名前もたくさん考えたの。あ、今から生まれるの？結婚して10年で、いや、子供産むのね。一緒に決めましょう。どうした急に。喋り方急にお姉になってねえか？うん。ええ、楽しみだわ。ん、綺麗。こういう奥さん欲しいな。娘の名前俺が決めるんか。まあ、そうだよな。そりゃそうだわ。うん。思いついた。娘の名前は、と決めます。ああ、うん。二人で考えたみたいな名前。いや、なんか、ふざけた名前。いつもね、他のゲームとかでふざけた名前にしてるけど、ちょっと、真面目に考えようかな。ローズ。もうこれでいいやん。デフォルトのローズでいい気がするけど。いや、どうしようかな。いや、ちょっと、いや、悩むな。なんか、パッて浮かんだの歩みなんだけど。コープスパーティーのせいだな、確実に。歩みに行くか。歩みを育てよう。あ、血液型も？名前は歩み。いい響きでしょ。もう急に日本感。日本感すごいな。何これ？なんだこれ？なんか見たことある、なんか正式、形式に見えるけど。待って、普通に AB、AB、O 型ね。まあ俺 O 型なんだけど、血液型。A 型と O 型って相性いいんだっけ？あ、でも異性とかでまた変わるんだっけ？俺 A 型にするかな？俺 O 型だし。この子の誕生日はね。誕生日まで決めんのか。誕生日。いや、どの月、夏頃に生まれるのってちょっとなんかいいんじゃない？いや、春か。春。4月の、20、何日にしようかな。あゆみの誕生日調べてきたわ。9月12日らしい。9月12日で行こう。もうゴリゴリ篠崎はみかんだぞ。キラキラする秋に生まれるのもいいですよね。うん。ここで行くか。お父さんの、ウーバー。ウーバーって名前なの？ウーバーイーツやん。もうここはもうゴリゴリ俺の名前でしょ。ホワイトだよ。よくできたプランでしょ、ホワイトさん。なんかはず。奥さんにホワイトさんって言われるの嫌だな。嫌じゃねえけど、なんかちょっと恥ずかしいな。まあ、誕生日、俺ゴリゴリの誕生日で行こう。うわ、俺、あゆみのパパなの。俺、あゆみのパパか。なんか、嬉しい反面。なんかおもろいな。やっと決まりましたね。あゆみとあなたの未来が楽しみです。うん。いいね。てかさ、誕生日を決めるってどういうことなの？この日いつなの？オッケー、じゃあこれでいく？もう決めましたね。決めました。勝手に済まないのか？これはもうあと自分で操作するのかな？それでは、うん。あゆみと一緒に誰よりも幸せに暮らしましょう。オッケー、これもクリックか。うわー、楽しみだな。だからね、すげえいろんな要素があるらしいんだよね。なんかどんどん実績解除されるな。うん、俺だ。おはよう、ルカ。ルカって名前なの？いい奥さんやな、ね、この優しそうな笑顔。朝起きた時にこの一発目のこの笑顔を見た瞬間に全てがもう幸せになる。この日一日どんだけ嫌なことあっても多分この笑顔だけで多分幸せになるわ。おはよう、ルカ。また、5年前の夢を見たよ。
そのさっきのが5年前ってこと？あゆみもあゆみも今年で5歳になった。こんなに時間が経ったけどちゃんと育ててきてよ。なんかわかんないけど、あゆみって別になんともない名前なんだけど、なんか笑っちゃう。なんか篠崎あゆみ思い出すと、昔の君はちょっとしたことでも俺を褒めてくれたんだよね。あゆみを大人になるまで育てて、俺が老いた日には君はきっと天国でほっとした子でよくできましたねって言ってくれる。そうだろう？ん？え、あ、もう、あー、そういうこと？いないのかな。それを実現させるために今年も俺は頑張っていいお父さんになる。君をがっかりさせたりしないよ。なんだお前、なんだお前リー、どんなお父さんになるのか今のうちに自分にかっこいい目標を決めた方がいいだろう。誰だお前。お前かリー、ま、異世界らしいからね、こういう化け物がいてもまあ当たり前だから。今決めると歩みにも君のためにもなるからな。まあ信じてくれよ。うむ、じゃあどんな父親がいいかな。性格とかも決めれんの？うわすげえな。どんな父親になりたいですか？最も娘が安心できるお父さん、うん、最も娘が自慢できるお父さん、最も娘を可愛がるお父さん。うわー、なにこれ全部やん。こんなねえ、パパと一緒にいて安心もできて、しかも何か困ったことがあったらなんかパパが助けてくれる自慢できるお父さんなんだよね。でしかも二人きりになるとずっとなんかよしよししてくれる可愛い、もうなにそれ全部やん。え、どうしようマジで。え、自慢できる、安心が一番かな。可愛がる、一方的に可愛がってても、この子がさ、十何歳、なんか思春期とかになった瞬間に、反抗期とかになった瞬間にめちゃめちゃなんかさ、触んないでよみたいになるかもしんないんでしょ多分。でもさ、安心の方いいんじゃね。自慢、自慢もいいけど、やっぱ安心でしょ。俺安心できるパパになりて。よろしい、これでもう決まりね。おい、ちょっと待って、お前性別どっち？俺は、オスだと思ったけど、メスかもしかして。娘への約束、ちゃんと頑張って果たしてやれよ。あ、男だよな、お前な。娘に会う、何これ、あゆみが好きな白い花。あ、そうなの、あゆみ好きなんだな。あー、ルカ、君はいつも俺のそばにいてくれた、ちゃんとやってみせるよ。これは家じゃないんだよね、娘に会うってどういうこと。鍵とか、これなんだ、うんうん、あゆみが子供の頃に描いた絵だ、結構かわいい。え、うまくない？5年、子供の頃に描いた絵だってさ、今も子供じゃねえのね、今もゴリゴリ5歳でしょ。なんか卵あるけど、他は特に調べれない。新聞か。ボル系の3。太陽。コロバークは徳の高い子爵っていうのかな、これ。彼なら我々全員がもっと豊かな土地が分け与えられると保証してくれる。俺は彼をこの一帯の管理者に選ばせてもらうぞ。と、ヤバ子の平民の一人がこう言った。すべての人に、畑が与えられる。何これ、勇者アスベルの復帰。クソドヤ顔やん。すげえドヤ顔やん。最近ファミレスに一人の、語り部がやってきた。彼はどんな話も知ってて、私はよく子供を連れて一緒に聞いていた。毎度のことながら話を聞いていたら気がつくと一日が終わっちゃうよねとファミレスの常連さんがそう言って。ちょっと待って、ファミレスなんてあんのこの世界。神魔大戦から長い年月が経ったが、それでも我々は戦争で平和を取り戻してくれた英雄を、勇者アスベルのことを永遠に忘れない。わしはファミレスに行くのが好きじゃよ。あそこの食べ物が美味しいのでなと彼は落ち着いてそう言った。チェーン店でも全然大丈夫みたいな感じ。空白のところクリックする。こういう世界観なんだね。まあ神魔大戦みたいなが終わったのか、まあ平和になった世界。ただ一応まあ魔物とかもまだ存在してんのかな。娘に会いに行こうぜ。なのこの瞬間年って1月娘の成人まで42ターンの間にもう成人しちゃうんだ。会いに行こうぜ。あ、かわいい、何この子。あゆみが何か慌てているようだ。おい、エロ本隠すなって。ベッドの下で大体エロ本やろ。おはよう、お父さん。あ、ちなみにね、なんかあの、これ声優さんが、あの、日暮らしとかのあの、リュウグレナいるじゃん。あの、中原舞さんってあの、すごい有名な声優さんがやってるらしい。おはよう。何してんだ、あゆみ。お前、その年で、なんかいろいろ性の知識覚えんなよ。あゆみ知らない。嘘下手か。まだ5歳なのに、もう秘密ができたのか。気になるな。でも隠す場所下手くそすぎる。まあでも5歳だからな。あ、選択肢。お父さんのお手本イベント。あゆみがベッドの下に隠した秘密に対してホワイトは言った。お父さんは君の秘密を尊重するよ。ねえ、俺知りたくなっちゃう、こういうの。なんか見て見ぬふりとかしたくないんだけど、なんかどういうことしてんだろうって思っちゃう、見ちゃうわ、絶対俺。どの勇者にも自分だけの宝箱があるからね。そうなの？なんか無理やりじゃね。お父さんは面白いことを思い出した。ベッドの下を探してみようと。うわ、これ好感度下がっちゃうのかな。でも俺も好奇心旺盛なんだよね。娘がどんなものを隠したのかちょっと知りたいわ。何授業って。ちょっと待って、いろいろ増えたけど行動力とか気分とかあるんだね。俺気分なんてあんの？
俺の気分で娘の行動左右させるの嫌じゃね。まあ、これか。ダメ。プク顔。おい、娘なのに、ちょっとなんか、おう、ごめん。ダメ。お父さん嫌い。うん。とにかく、もう朝だから、あゆみ、朝の体操するの、行ってらっしゃい。一人でできるだろう、5歳になったら朝の体操。その間に俺ベッド調べるから。好感度。あ、これがステータスなのかな？体質？11。まあ、E ランクか全部。知力も10。感情12。想像12。まあ、知力がデフォルトでなんか80ぐらいあったら多分、ベッドに隠したりとかせず、もう来るの予測して多分、平然といるんだろうな。エミレベル1。なんかすげえな。ごめんね。ちょっと初めてだから、めちゃめちゃ初見だからいろいろ見ちゃうね。家具って何？体質とか、家具で変わってくの？へえ、想像。これはまあ、パラメータなのかな。健康的な朝練。なんかすごいな。ガチシミュレーションみたいな。俺あんまこういうゲーム実況でやんないじゃん。ちょっとすげえ大変かもしんない。俺なんか頭悪い行動しちゃいそう。最適ステータス。全然足りなくない？ 50？ 1回の何かでどんくらい上がるんだろう。ちょっと待ってね。待って、幼児授業。これ幼児授業なんだ。で、これは、あゆみフライベグ。なんか名前いびつじゃね？あゆみって名前一切合わなくない？しかも金髪らしいな。A 型、年齢5歳。うわ、身長50センチかー。俺踏んじゃいそう。なんか俺一応180センチあるからさ、無駄にでかいんだよね。いや、踏んじゃいそう。9月12日身分生徒。5歳で生徒。ちょっと待って、ファンいるんだけど。もうえ誰？おい、もう5歳の娘に浴場してるやついんのか？ファンって。おい、手出しさせねえぞ。なんだ闇って。え、裏通りの探索、浴場でのバイト。え、探検中にあった特殊イベントや娘との会話で歩みの闇を上げることができる。闇が50になった場合は指導できる。え？悪にも落ちれんの？待って、裏通りの探索とかさ、なんかやべえやつら、なんかね、はぐれ者とかがいるのはわかる。浴場でのバイトってなんなん？ねえ、やましいところなの？お風呂場じゃねえ？いや、もうぼかしてるけど、すげえなんか魔女みたいになってる。ねえ、今で言うあのなんか悪役令嬢みたいなさ。また多くの職業エンディングには、歩みの闇値の判定があり、闇が100以上の場合、特殊なエンディングが出ることがあります。え、やだやだ。この最初に見たくない。資料。友達とかっていう概念もあるんだね。すげえ友達の量多いやん。戦闘。戦闘なんて5歳にさせない。剣、弓、え、カーブ射撃。え、もうそんな戦闘訓練なんてしてんの？こんな可愛い娘に。戦闘とはちょっと縁のないところに行かしてんだけど。なんて読むんだこれ。基礎ステータスのレベルは10まであり、レベルアップするたび、歩みは1、これなんて読むんだろうこれ、転属？海賊の族なのかな、わかんねえ。ポイントを獲得する。ポイントは戦闘スキルや生活スキル、社交スキルのレベル上げに使える。あ、自分で振り分けられるってことなのかな。ちょっと待ってね。よくわかんねえや、まだ。まあ、今0ポイントだから。いや、生活上げよう。社交ね、成功に見えちゃった。ね、騎乗位覚えるとか、やめろ、おい。5歳の子の目の前で何を言ってんだ俺。やめろやめろ。ちゃんとパパらしく生きよう俺も。で、人参が3個あって。あ、これは所持品なんだよね。売れるってこと？この10ゴールドって。花の種。で、人参の種、小麦の種。サイコロ？なんじゃこりゃ。宿女、老人のサイコロ。ホームレス？ちょ、やだって。もうやだって。ちょっともう俺、もうパパなんだから。あ、会話できる？私。お父さんが大好きだから、お父さんも私を好きでいて当たり前やろ。もうすでにちょっと俺パパ感出してきてるよ。まあでも、本当にパパだったら目の前で気づいって言わねえよな。ごめんな、あゆみ。あゆみごめんな。幼年期の成長目標か。街中の人々と会話して選択肢を選ぶことで、娘がお父さんへの評価を上げることができる。はぁ。で、違う父親目標はそれぞれ評価基準も異なる。うまく完成した場合は、6月の小鳥の日に報酬をもらえるよ。なんか難しいな。なんか一発目こんなうまくいかなそう。なんかある程度慣れていかなきゃ多分うまい娘になれなさそう。うまい娘ってなんだ。朝練。授業よりもまずこの朝練やってみる。アクション選択肢。C の中の選択肢が娘のステータス上げることができる。選択肢によって消耗する行動力も違う。行動力ね。はい。一部の選択肢は使用回数を重ねることに熟練度が上がることがある。なるほど。その、さすがに全部覚えれねえわ。朝練をする。体操、急に40上がんの？急にめちゃめちゃ上がるやん。まあ、でも42ターンで終わらせろってことなのか。娘の効果の、まあ、成人してからもなんかあったりすんじゃねえの？行動力10。ああ、これでもう、この1日目が終わるのかな？まずこれやってみるか。かわいいな、運動の仕方。まあ、5歳のね、5歳の運動感がすごい。ふぅ、あゆみは今元気いっぱい。疲れないんだな。まあ、5歳だしな。
俺なんて多分その準備体操しただけでめちゃめちゃ疲れるぞ。でもう行動力がなくなったからどうすればいいんだろう。次もう朝練できないんだもんね。クワクロところ家具とかもまだ100ゴールドしかないもんな。あ、なんて言うんだろうこれ、占い星ランプなのにわかんねえや。刀身に、成績の粉末が入ってるから夜でも薄い光を出す。なんかエッチ。んで他はベッド、ちょっとベッドの下調べれねえのかな。ねえ、あ、おしゃべりする、お小遣いもあげれるんだ。本音を話す、好感度アップで、好感度アップで本音を話す、なんかちょっと逆なってんのかな。怖いこと、うわなんで厳しくしかんの急に。もっと真剣に、怖いことって何。ベッドの下には本当にお化けがいるってことないよね。いやさっきまでベッドの下調べてたやん。好感度1上がった、よかった。気分2増加、監督3増加。なんかちょっとまだ難しいわ。授業、スケジュール、単ごとにスケジュールを5つ手配できる。授業ごとにおすすめの最高ステータスがあり、歩みの基礎ステータスが最高テストステータスに近づくことを手配するために獲得できる勉強の進捗度も多い。なんか口回らなくなってきたな。早えよ。もし歩みの気分が低かった場合、友達と一緒に遊ぶこと、はぁ、あ、男やんけ。女友達じゃないの。何友達って男って。何、そういうことあんの。あーなるほどね。本当にパパの気分になるんだったら俺すげえやだわ。なんかあげたくねえもん俺の娘。まだまだ本当に出会って間もねえのにもうやだ。もっと友達を作れば歩みと遊べる相手も増え、いや俺女友達しか作りませんけどね。普通に男友達と遊んで、なんかね、うわやだわ、なんかいつの間にか歩みの初めて奪われてたりとかしか、すげえやじゃねえパパの目線になったら。体質50、あそっか、50超えてるから健康的な朝練できんのかな。これで、あ、スケジュールに組まれるってことだもんね。知力と感情を次上げた方がいいってことか。想像も上げたいけどな。まあ、一応なんか、これでやっとく。んで、お父さんと遊ぶ。休憩は挟めないのね。まあ、なんかわかんないけど、これにしとくか。で、もう何もできないから、あとは部屋に戻ればいいんだよね。多分。わかんないけど、もうないよね。もうないよね。なんか見逃してるとことかないよね。大丈夫か？もういいよ、俺帰る？俺帰っていいのかな？これ、あゆみの部屋なんだよね。俺うるせえな、なんか。ごめんな、あゆみ。俺帰るわ。んで、あとはどうやって一日を終えればいいんだろう。ちょっとどうすればいい。もう一回娘に会いに行く。ちょっとごめんな、俺うぜえよな。中にあゆみが好きな絵本と手作りの、お前手作りのおもちゃ、お前なに、何おもちゃってそっち系じゃねえよな。手作りできるの、なんか出るな。もう一回調べて、なんかどこをやったら出てる、なんか どっからから出てるよね今、あこれか。あゆみとの好感度を示している、好感度レベルが、レベル5やレベル6に達するとエンディングで娘からのスペシャルプレゼントもらえる。レベル5やレベル 6？ レベルそんな少ねえの？なんかレベル6とかって言われたらすげえなんか、短くねってなるんだけど。そんなわけじゃねえのか？ちょっと行動力ってどうやって上げればいいんだろう？時間進むの早すぎん？ねえ。これ明日にはもうこの子10歳になってんじゃねえの？そう、時計の針動くのこれバグってんじゃねえの？大丈夫か？なんか書いてる。感情エンディング発生条件。好感度が10。かつ、好感度イベントを3つクリア済み、好感度が一番高いものを優先して。いや、だからこれ男友達とのこれがあったら結婚するってこと？子供も産んじゃうみたいな。嫌だね！俺の娘は渡さねえ。ちょっと待って、マジで。あと何をすればいいんだ？ちょっと待ってね。まだ全然慣れてねえんだわ、こっち。こっち全然慣れてねえ。あ、スキルはまだ覚えれないでしょ？しかも。んで、食べ物、人参生で食うかおめえ。ダメか。ん？ちょっと待って。お父さんはダサいって言われてんだけど。俺そんなことしたなんか。俺何もしないよね。なんで俺このダサいって言われてんの。自分を大切にすることを学ぶ。ちゃんとご飯を食べる。小さな公民。ご飯とかってどうやって渡せばいいの。つっても俺料理とかってもう人参しかねえんだけど。人参しかねえ。人参ってどうやってこの子に生で食わせんの。ちょっとまだよく分かってねえな。ごめんね、ちょっと、もう行き当たりばったり実況になってるわ、普通に。全部これにしてもよくないな。あ、これで実行ってことか。そういうことね。挨拶。いや、もうちょっと待って、一回キャンセルさせて。もうさ、どっちかで言ったら挨拶を覚えた方がいいんじゃないか？毎回の学習進捗が 6%。多くはないのかな？んで、こうして、まあ、挨拶。これで実行するか。あ、来た。こういう風にあるのね。1月。あゆみが出かけるとき、どうやらもう違う人の声がわかるようだ。もちろん、一番よく知ってるのは俺の声だが。あ、なるほどね。うわ、いい子や、もうすげえちゃんと育ててマジで。ふざけたりしない？俺今回、この実況では。あゆみが出かけるとき、どうやらもう違う人と、あ、これは同じか。健康的な朝練。なんか、なんか、なんだろうこれ。俺、今までなんか別にさ、子供とか欲しいとか一切思ったことないんだけど、なんかこういうの見るとなんか、いいなと思うわ。
あゆみが今日体を鍛えるときすごく元気で、ずっと芝生の上でドタバタしていた。うわ、いいな。グレートとかさっきグッドだったね。うわー、なんかこういうの憧れるな、なんか。なんか、お前、ひげ汚くね？なんか、味噌汁口周りにべちょべちょについてるみたいになってるけど。寝る前のお話、ホワイト、たくさんお話に、たくさんのお話を用意して、に、読んであげたかった意味、何語？今日はあゆみにどんな話をしようかな。お父さんの趣味、強気なカカシ。ナルトのカカシか？なんだ、シャリンガンか？タイガー探偵。なんだこれ？これ気になるな。娘に読ませた、タイガー探偵。あゆみの精査線変化が起きた。頭脳プラス1、知力。うわ、急に20回る。あゆみ。ますます元気になってる。うん。で、朝練でしょ。あゆみが今日ちゃんと練習したから、友達からもらった鮮やかなおもちゃを持ってこちらに来るように注意を引いた。なん、どういうこと？で、挨拶。あゆみが今日おとなしく彼女の子供用の椅子に座って、いろんな食物と食物と挨拶してた。ちょっとたまに俺毒火力ねんのか分かんないけど、意味分かんないんだけど。スプーンで野菜の汁をつけてあげたら、舌を出して見せた。うん、そっか、いろんなことがあったね。いや、まだ5歳よ。ね、この時点でいろんなことがあったねなんて言ったら、もう20歳ぐらいになった時に、もうなんか死んじゃいそう俺。で、知力が上がって、体質も上がって、感情、想像も上げたいけどね。頑張って練習すれば、あゆみも大丈夫だね。うん、これで、うわぁ、もう次の月になっちゃうのか。あ、セーブとかあったね。難易度、誰だてめえ。おい、あ、物騒なもん持ってんじゃねえよ、おめえ、娘の前で。ホワイト、調子はどうだ？帰れ。今日レストランが無料なんだぜ。勇者アスベレが全員おごるんだってな。はぁ、これを伝えるためにわざわざ来たんだぜ。ごめんな、お前めっちゃいいやつや。さっさとお前の大事な娘ちゃんを連れて行け。いいもん出してるぜ。無料で飯食えんのか。悪くなさそうね。いや、お前どっち？ね、さっきまで喋り方男っぽかったけど、急に女の子みたいになったじゃん。悪くなさそうだな。うん、俺じゃあ、金なしで、金払わないでめちゃめちゃ飯食っていいの？早くあゆみにこれを伝えたいけど、だって食べさせまくっちゃったら太ったりすんのかな。なんか俺はこのスレンダーボディが一番好きなんだけど。誰か来たの？お父さん。内藤さんがファミレスで食事するかって聞いてきたんだ。うんうん。あゆみ行く、行く行く。うん。リリアお姉ちゃんに会える。なんだリリアお姉ちゃんって。パパ、新しいママ。よくないよくない。よくない。ルカお母ちゃんめちゃめちゃ美人だったから、なんか、でもな、再婚って可能性もあんのかな俺が。よし。じゃあ準備ができたら出発しよう。うん。外出、あゆみはマップを通して、火山国のいろんな場所に行ける、時間が過ぎていくにつれ行ける場所も増える。しかし毎年の6月の小鳥の日や10月の火山祭の時は外出できないのでご注意を。6月と10月か、 OK。 4ヶ月後ね。あ、やっぱこれ月だから、月で行ったんってことでしょ。だからまあ数年かかるってことなのかな。いや数年じゃね、いやど、わかんねえな、まぐ、わかんねえ、ぐちゃぐちゃや。地図、あ、ファミレスに行ってデザート主食。これ、なんて読むな、これ。ノバコかな、や、ヤバコかな、ヤバコでいっか。休憩、ストーブがうるさい。ストーブがうるさい。そのもう寒い時期だからね。ごめんなさい、ストーブになります、これから。ベッドって何？あ、寝るのね。まあ、行動力が増えるってことか。積み木。まあ、普通にちょっとまず行ってみる、先に。うん、ファミレス行こうぜ。なんか予定があるなら行っちゃおう、先に。あ、アースベルいるんだ。デリックとか、あ、キッショーとかいるんだ。あ、これリリオネット、あ、綺麗。なあ、あゆみ、行ってもいいか。行ってもいいよな。だって、慕ってるんだろ、リリアお姉ちゃんのこと。多分、パパ行くかもしれん。ここは町で有名なレストラン。ハンド家の産業にして、珍奇で、鮮度の高い食材で長売れている。すべての料理人が冒険者としての経験があり、それゆえに珍しい食材を所持することも不足で。じゃあ、リリアお姉ちゃんも、今こういうなんかね、接客やってるけど、昔は冒険者としてやってたってことなの？料理人じゃないのか、でも。どうなんだろう。リリアお姉ちゃん戦闘経験もない。ね、これがええ、ね、これ。タコはわかるけど、ドラゴンの爪やん、完全に。羽もあるし。リリアお姉ちゃん、あ、綺麗。あ、あゆみ、ちょっと夜、俺ちょっと外に出かけたりとかしても何も言わないでな。あゆみとホワイトか、私はいつも通り行動力と気分を回復する食物を、食べ物を売ってるんだよ。へえ。リリアの好感度とかあげれねえのかな。魔物の学者、これらの魔物の死体は？なんて素晴らしい。あ、変態がいる。変態だこいつ。ほら、こちらのところはタコの先祖と関係があるんだ。いや、どうでもいい。死体を観察する学者の前でホワイトは、あ、これでなんか娘に影響出ねえしょ。タコの先祖について話をする。魔物の肉塊をいじる。食材の部位を確認する。学者に手伝って死体をひっくり返す。話をする、普通に。お、お父さんの評価上がった。軟体動物の化石が見つかりにくい。でもタコとイカの先祖は同じものだ。
学会内では一般的にはそう思われてる。よくご存知で。わあ。お父さんすごい。ほらな、こうやってすぐね、かわいいおい。このよしよしできないのか。あ、こうやって移動できるのか。あ、移動できるんだね。アスベルは最後でいいのかな。感情お話コーナー。デリック。はい。ファン。何か聞いていきませんか。物語は食べ物よりも美味しいものです。本当ですよ。いや、絶対食べ物の方が美味しいです。騎士長ね。さっきのやつでしょ。ナイトだっけ。勇者がいれば騎士団だけでなく国王もお喜びになっておられる。最近魔獣どもがバレまってからな、私もようやく安心できる。うん。これ歩み戦うことあんの。戦ったりさせたくないんだけど。自由に使える調味料が入ってるトマトソースが一番人気だ。ピザとかもあったりすんのかな。なにこれ、うまそう。なにこれ、なんかあの世界一甘い甘味みたいなのあるじゃん。なんか瓶詰めみたいな、瓶じゃねえ、あの缶詰されてるやつ似てね。なんかでかいバージョンのドーナツみたいな。あとこいつか、気だるげな兵士。なんだお前は。勇者さんは今まで俺が会った人の中で一番すごいやつだ。彼みたいになりたいぜ。無理だな、気だるげな時点で。でも俺が一生かけてもあんなに強くはなれないって考えると急にやる気が逆にやる気がなくなったよ。気だるげな兵士が頑張りたくないと言ってる。ホワイトはやる気がなくても大丈夫、人は頑張るべきだ。勇者の噂を聞いたことがある。サボるのは良くない。やる気がなくてもね、よくわかんないけどな。人は頑張るべきだ。こういう押し付け一番嫌だよね。サボるのは良くない。サボるのは良くないかもしれないけど、サボる暇あってもいいもんね。これにするか。シェアスベルは変わった魔物ばかりを選んで殺してきたそうだ。そういう美学が彼の歩みを支えたのかもしれない。おお、歩み、勇者に習う？勇者になるの？勇者エンドもあるってことか、多分。いや、俺は普通になんか幸せな、平和な、なんか日常送ってほしいわ。めちゃめちゃなじいちゃんや。あの魔物の下読みだが、あれはただの肉化に過ぎない。人は未知なるものを恐れる。怯えずに探索を続ければ、魔物もそんな大したものではない。それは強者がいることだ。多分な。そんな大したことないで、今のこの年の時のさ、歩みに戦闘させてみ。多分真っ二つやって帰ってくるぜ。なんか娘をこういうね、ブラックジョークに付き合わせたくねえけど。軽食、主食。まず主食から行く。食事。レストランで食事することで、歩みの行動力が気分を回復できる。各種の食べ物は月に1回まで注文できる。もし行動力が満タンの状態であれば、何かをして行動力を使ってしまおう。ああ、なるほどね。まあ、なんか、やらないよりはマシってことなのかな。歩みの行動力が気分を回復できる。まあ、1回か。月に1回まで注文できる。なんか、こういうの読んでるけどな、頭に入んねえんだわ。野いちごの肉、うまそうだな。焼き魚。あ、目玉焼き、お子様定食、家族定食でいいんじゃない？しかも無料だもんね。なんで昆布は金かかんの。これも出してくれよ。これにするか。お、行動力プラス5だ。今ね、お腹が丸々に膨れてるの。かーわいいな、おめえ。なんだおめえ、喋ること全部かわいいな。お話コーナーって何？あ、こっち先でやればよかったな。お話を聞く。感情プラス20。感情が35になるのか。10% 獲得本。あ、もうなんか運でなんか手に入ったりするってこと？なんだろう、なんか所作が可愛い。全部感情プラス上がった。勇者のお話を聞いたら、弓も勇者みたいに強くなるの。お前は勇者にはさせん。俺はなんか本当になんかいいお嬢様になってほしい。なんか偉い勇者と結婚して。何人事だこれ。才の目切り軽食大。で気分が上がるのか。軽食ショーフリッターター、こっちの方食いたいな。まあこっちにする。10上がるし。いつももうちょっと食べたいと思っちゃう。さっきお腹膨れてるって言ってなかった？君消化異常に早いんか。うんこの量半端ないんか。あんま言うなってな、娘にこんなこと。あ、これまたできるってこと？ただもう行動があれだもんね。いや、ちょっと一回やめよっか。家帰ってのもいいんだけど、この湖行ってみるか。体操想像上がる。想像あげたよね。種植え、休憩、料理。行ってみよう。これで、あー、こういう雰囲気のところでバーベキューとかしたいよね。料理、ここで来る料理うめんだろうな。占い師がいる。この人も綺麗だな。お嬢さん、今日元気がいいですね。レストランの方から来たんですね。アスベルのオーラが強すぎて、あまり近づくと自分のオーラが奪われてしまいます。そんなすげえんだな、やっぱ。それでもお二人は彼と接触するつもりですか？え、なんか悪影響を及ぼすなら近づかねえけど。占い師が弓に勇者に近づくなと警告したが、ホワイトは、勇者は磨くほど強くなる。こいつに身を守る術を教えてるさ。こいつに穏便に話し合う術を教えてるさ。それはこいつが自分で決めることだ。まあ確かにな、教えてやる。まあ5歳だからこうやって教えるのもいいかもしれないけど、なんか自由奔放に生きててほしいっていう気持ちもあるよね。俺はこっちにしようかな。シャー！いや、これ上がる。まあ普通に上がんのかな。歩みは難しいこと考えたくないね。まあ5歳だしな。なんか厳しく育てたくないの、まだ。ふふ。個人曰く、死すべし場所が分かればそこへ行かぬがよかろう。
あの難しいことを5歳の子に言うのやめて。切り株なんかいる。バッスル、なんだてめえは。はい、あ、絶対いいやつ、うん、すごい声もいい。今日の景色は昨日と同じ、昨日の景色は一昨日と同じ当たり前のこと言ってる。乗せてあげようか、わしの友よ。いや、まだいいわ。イーゼル想像、あー3消費するけど想像をあげたいよね。うん、いいよ、スケッチで上手くなりなさい。なんかバランスよく育てよう。あ、今日の天気なんだか長く座れない気がする。え、めちゃめちゃ長く座れそうな天気じゃね今。え、どうなの、そうなの、違うの。種植え、工作、まあ工作できるのね。でレベルが上がると、収穫できる果実の数も増える。種をまくと月に作物の成長度が50進み、あ、月にじゃあ2ヶ月経たないとあれなのか。肥料や行動力を消耗することで瞬時に作物の成長度を増やすことができる。なるほどね。まあ花摘むかい。花と小麦摘んで、これでこうして種を撒いて工作始めますか。今月変更不能。はい、 OK。 全部いろいろ試してみなきゃ分かんねえな。料理、料理ができる。料理のレベルが上がると料理中でさらに高い確率で2倍の料理を獲得でき、レシピが解放される。料理でできた食べ物や、行動力が気分を回復したり各社のステータスを上げることができる。プレゼントとして誰かに送るのもいいかもね。あー、これで好感度上げたりできるってことか。人参、あ、なんかある。焼きソーセージ食いてえな。ジャスミン茶にパン、焼き魚に昆布和え、急な和、巨大目玉焼き、芳醇な野いちご酒、うん、飲んでみてえな。ロブスターの肉焼き、くそうまそうだな。千人三団子、食べると夢で千人に会えると言われてる。おい、娘が夢の中で千人にあやこらされるの嫌だから会わせん。馬乳プリン、芳醇な馬乳、馬乳、まあ、とりあえずこの才能めぎり作るか。うまく作れよ、頑張れよ。よくできたなお前、5歳で料理ってすげえな。今すぐ食べません。あー、気分が上がるのか。でもまあ食べてみるか。よし、気分が上がった。すごいね、ちゃんとなんかシミュレーションっぽい。あと切り株って何。あ、行動力上がるのね。これ時間とか別に進んだりはしないのかな。うん、静かに、ヤバーこの景色を眺めるのも悪くないね。かわいのおめ、体質上げるか。ちょっと、うん、体質15、まあ消耗するけど、まあこれは乗ってちょっと上げた方がいいよね。船に乗る、頑張って漕いでる。はい、みお、船を漕ぐの大好き。かわいの、かわいよ。なんかもう立派なパパになろう俺も。ファミレスで特にもやることないんじゃないかな。もう家帰るか。5歳だしな、もう疲れちゃってんじゃねえの。授業する。でももう体力ねえんだよな。外での行動いろいろしちゃったからな。あ、探索精神、あ、100必要なのね。まあでもこれをやるとまあ上がってくから。ただなちょっとまあ体力的に大丈夫なんかな。まあとりあえずいろいろやってみるか。とりあえず朝練挨拶、朝練挨拶で多分これで上がるんだよ。だからこの探索精神最後にしよう。これうまい具合にいけるぜ。ほら5でしょ。歩みが今日ちゃんと練習したから友達からもらった。あー、これは見たね。あー、これも同じかな。2しか上がる。まあエクセレントみたいな、グレートが出ればめちゃめちゃ上がるってことだよね。授業完成する。健康的な朝練プラス2。あ、これレベル上がったのか。どうなんだ、授業完了。あ、これが終わったのかな。ドタバタしていた。今日はエビにどんな話をしようかな。おもちゃの整理ができる私、水飲むカラス、強気なカカシ、強気なカカシ、また出てきたな。これ読ませるか。娘に読ませた強気なカカシ、歩みのセータス、力量と知力20、いいね。歩み、ますます元気になってる。いいじゃん、いいじゃん。で、2上がって、いいよ、探索精神。歩みの体力を鍛えるために、2人でキャッチボールをしていた。彼女は毎回バッチリボールをキャッチできて、まるでどこへ走るべきかわかる。なんかそういう、なんかさ、そのなんだろう、個性っていうか、なんて言えばいいんだろう、なんか体質、勇者体質とかあったりすんのかな。なんかすごくない？パーフェクトだ。いろんなことがあったね。いいね、この月。まあこれ、月の話だから、いろんなことがあったねっていう話になるのか。あゆみ、元気に育ってくれよ。うん、いいね。来月へ頭脳さん上がって、魅力とかもあるのか。セーブしとこう。全然セーブしなかった。さあ来月へ行こうぜ。もう3月か。なんか案外早いかも。でも40ターンは長いか。新聞、なんだこれ。人探し、行方不明のケンネス王子。行方不明だったのこいつ。ヤバ湖で、ヤバ湖周辺で畑が開拓されたにつれ、多くの者がヤバ湖の美しさに気づいた。湖の周りに画家たちがどんどん集まり、それと人を乗せて湖畔を観光する戦闘も。ヤバ湖で船漕ぎをしよう。ケンネス王子は1ヶ月前から行方不明になったが、王室は諦めない。もし各国民にケンネス王子の情報があれば、直ちに、騎士団団長の内部まで連絡せよ。すげえ大事件じゃね？自分で消えたのか、それとも誘拐されたの？
最近巷の噂では、半時計の当主が外で何人もの愛人を抱えてるらしい。しかも、隠し子の噂まであるのが、当主と主人も、夫人もか。夫人もそれを強く否定している。いや、ワンチャンあるて。ね、俺も若干リリアお姉ちゃんとあの占い師、ちょっとはべらせようとしてるからね。娘に会いに行こう。おはよう、あゆみえ。おめえ元気だったか？なあ、おめえ。あゆみはお父さんと散歩しに行くのが一番好きよ。おめえ、ほんとかわいい娘だな。おめえ、ほんと、なでなでしちゃうよ。とりあえず、いい子に育てていいから、とりあえず、まずこの積み木でもするか？いや、かくれんぼしてな、あゆみえ。かくれんぼしようぜ。かくれんぼしよう。かくれんぼ大。大に決まってるやろ。お前が隠れる方なんかい。それ、普通子供の方が隠れるんじゃねえの？ドキドキワクワク感楽しませれるんじゃねえの？それの方が。お父さん、見つけるの早いよ。ズルしたんでしょ？あ、じゃあ、もういいかいのところの場面なのか。あ、ズルしたんでしょ？ズル、うん、多分してた。うん、てか君バタバタ、音立てすぎ。で、語を使っちゃってるから、授業、積み木で知力上げるのもいいけど、まあ、体質 D になったからね。健康的なサレン。いや、どうしよう。あ、まあ、100% なったからもうできなくなったってことだよね。でも、その代わりこれができるようになってるから。あ、魅力が上がんのか、これ。ただ、知力は上げたい、絶対に。感情も上がるし。うん。で、探索精神からの、感情制御想像力。でも、これやったらさ、これ別にあれだよね。行動力関係ないでしょ？だったら、今のうちにかくれんぼ、この積み木もやった方がいいよね。まあ、これで15上げる。うん。ちょっといろいろ間違ってるかもしれないけど、ちょっととりあえず見てて、温かい目で。生温かい目見ていて。よし。これが私たちの家で、隣に囲んだこっちがお馬さんの家。うん。俺、今の俺言っちゃうと、このパパじゃない俺の、今のこのね、普通の独身の俺めちゃめちゃクズだからさ、この積み木とかなんかぶっ飛ばしそう、なんか壊したりすんなよ。やめろよ。なあ、この、ちゃんとパパの俺なんだから、何言ってんだ俺も。ん？なんか1って書いてある。あ、ポイント来てんじゃん。次のレベル、おしゃべりするとき、30% の確率で、追加で1好感度獲得する。へぇ、プレゼント送るとき、プレゼントはまだあげない。浴場でバイトするとき、これだとあれなんでしょ？ねえ、なんか、良くないんじゃないの？生活、捕まえた馬の初期速度が、馬なんて捕まえられんの？料理時に 5% の確率で2倍の料理を獲得する。収穫時に土地ごとに 15% の確率で。いや、戦闘は？攻撃力が5。いやー悩むなー。おしゃべりで好感度上げるか、なんかコミュニケーション上げてった方がいいと思うんだよね。これにしよう。うん。お前は、まあ、あとあとちょっと俺の考え方変わって戦闘とか上げるかもしんねえけど。おしゃべりしよう。好きな季節、未来の話、秘密共有しよう。お前ベッドの下に何を隠したんだマジで。あゆみが自分の秘密を話したらお父さん逃げるんでしょ？逃げるほどの秘密な？何それめっちゃ怖いやん。何ちょっとお前、何の秘密？ねえ、実はドラゴンなのとかないよね。本当の娘じゃないのとかさ、やめろよ。もうやることないよね。だってこれ、積み木はできないし。あ、隠れんぼしょうはできるか。気分上がる。好感度も上がるし。よし。見つけて。ダメ。私さっき走った時音が出たもん。やり直し。うん、それは君のミスや。めちゃめちゃ可愛いな。あれ？なんかファン3人に増えてんだけど。おい、誰だよ、おい。はべらせようとしてんの。授業点数。授業をクリアすると授業点数を獲得し、授業のレベルが高いほど獲得する点数も多い。あーなんか綺麗になってるな。もうぼかしててもわかるけどすげえ可愛くなってる。エンディングにはあゆみの対応する学科の授業点数に関わるものも多い。ある領域でよりいい職業前景を獲得するためにはその領域の授業を多めに取った方がいいでしょう。いやわかんねえのよ。多すぎんのよ。剣術狩猟。あー剣術はもうなんか勇者側になってこっちは狩人みたいな。ねえそういう感じなのかね。理学信仰。これは宗教的な感じか。礼儀。文学。まあ、学者とかになるってことなのか。で、これは美術家みたいな、芸術家になるのかな。で、音楽は音楽家になるみたいな。そんな感じかい？なんか、剣術はもう5点なんだな。でも俺ほんとになんか戦闘の方に行かせたくねえな、なんか。いや、こいつら友達だったの。ね。友達や、こいつらと結婚することあんのかな。ねえ。でもまだ見知らぬの状態だね。なるほどね。まあ、とりあえずもう授業受けるか。うん。挨拶からの探求精神からの感情制御150。最適スタートでさ、まだこれちょっとやめとくか。いや、なんか100とかだもんな。だったら探求。でもこれも、ちょっとやりてえな。8%だもんね。8%だから、まあ普通にこっちとか上げてた方がいいんだよね。だったら挨拶にした方がいいかな。絶対上がるし。これにするか。10ゴールドってこれ、待って、あと適当にやるしかないのか。オッケー、これでいこう。あゆみが今日とてもいい子にしていた。道に会った人と大声で挨拶していた。とても愛らしい。かわいいな、おい。で、グレート。俺は布であゆみが大好きなパンツールのぬいぐるみを包めて隠した。彼女は散々探して最後に藪で隠しきれなかった鶴のフェーネを見つけた。うん。で、挨拶。もう人の声が落ちちゃうのね。うん。
あー、ストップこれ。失礼しました。あゆみ、目覚めてねえか、大丈夫か。お稽古出しててごめんな。今日はあゆみにどんな話をしようかな。火山の姫様。お、いいじゃん。歯の精霊ちゃん。歯の精霊？末っ子が梨を譲る、これだろ。娘に言うマスター、火山の姫様。あゆみのステータスに変化が起きた。あ、魅力上がったわね。ただ、この5歳の頃に魅力とは上げすぎちゃったら、なんか横島ななんか奴らがさ、もうなんか囲んできてさ、なんか、ねえ、アメちゃん欲しい、やっていきそう。やだー、なんか、まだなんかあんま魅力上げたくない。俺だけのあゆみでいてくれ。あゆみ、眠れ。大きくなれ。どの部分？おい、やめろよ、パパ。授業完成する。挨拶がマックスになったのかな？オッケーオッケーオッケー。バットかー。今日ダラダラしていた、午後もずっと寝ていた、俺も彼女と一緒にサボってしまった。お前もサボるんかい。いろんなことがあったね。もう4月でしょ？良好。こんな風に君の成長を見守ることができて俺は幸運だよ、あゆみ。うん。想像が結構上がったね。魅力はまだ上げたくない！うわ、もう4月や。外の花が咲いたクック。少しあゆみに積んでやるか。きっと喜んでくれるはずだ。お、なんか自動的に上がったぞ。感情上げすぎるとどうなるんだろうね。めちゃめちゃ口喧嘩強くなったらどうするねえ。はい。おはよう。おー、テンション高ー。テンション高えな、お前。何時に起きてんだ、お前。うん。あゆみはお父さんと散歩に行くのが一番好き。お前、毎月言ってくれるやん。お前、本当に俺のことなんか分かってんな。俺、そういうこと言えばすぐになんか、ねえ、もうちょろだから俺、ちょろちょろだからよ、おしゃべり。あゆみによくやったと褒める。好きな季節、秘密を共有する。よくやったと褒めよう。あゆみはもっとうまくやれるよ。いいね、ほんといい子だ。今はね、ほんと後々俺の影響でどんどんやべえ子になってきする可能性もあるからな。地図でちょっとお出かけする。感情、体質、想像。まあ感情を上げた方いいかな。想像も上げたいけど、まずファミレス行こうぜ。今日はメンツは変わらないのかな。あ、難易度はいいね。ホームレスいる。ホームレスさん、俺が毎日レストランに来るのは別にこじきするためじゃない。ただリリアに会うためだ。おめえ、俺のリリアな。彼女がハンド系投資とのスキャンダルなんて気にするものか。え？リリアだったの？え？あんたは俺が彼女を口説くべきと思うか。いや、今はやめとけ。ホームレスがリリアへの思いに対してホワイトは直接彼女に告白しよう。まずは友達から。お前は本当に彼女のことを分かってるのか。まあ確かにね。身なりは整えよ。ね。お、あった、上がった。俺が来るたびに彼女の一挙手一投足を観察していた。でもそれを告白したら彼女を驚かせてしまうだろうか。驚くだろうね。喜びはしないんじゃないかな。むーむー。参る。戦闘する気？ホームレスと。参る！いざ参るの参るかな。いつの間にかなんか腰ら辺にちっちゃいナイフでもなんか持っててさ、いきなり刺し殺そうとしてないんだよね、お前な。本当にやめろ。リリア、お前、なんかやってた？今日は早いね。何にする？決まったら教えてね。リリア、お前、俺の女だよな。知ってるよ。俺、お前の女なんだよ。あ、なんか光ってね。これなんだ？うん、金取っていいの？これ店の金じゃねえの？こんなところにお金あんのもおかしいけどさ。ははは。デリックがさっき、金色の鳥の伝承を話してたな。あいつもなかなか物知りなやつよ。そういえば、わしも一度だけ金色の鳥を見たことがあるな。あの金色の輝きの中で、未来のわしが見えた。今よりも元気で知恵や経験のあるわしよな。まるで魔術師が使う魔法みたいじゃったよ。え？魔法に興味あるのか？お主、才能あると思うぞ。なんかあるんだろうな。やだな。でもなんか俺より強くなんないで。物語で合理性を求めるのは重要ですが、こだわりすぎると物語を聞く楽しみがなくなってしまいます。はい、じゃあお話するか。うん、感情も上げたいしね。うん、よし、お話を聞いて。デリックがずっと喋ってんのか。あれ、なんて読むこれ、アゴ姫かな。なんて読むんだろうこれ、ゴー姫の話はまだ終わってないの。いや、何の話か全然わかんねえんだ。主食食おうか。んーと、のいちごの肉焼き。まあこれで行動力上げた方がいい。まあ金はかかるよね。最初はまあタダだったけど。結構肉焼きに焼き魚ってすごいボリュームだよね。食事したらなんだかいろんなことができる気がする。めっかーい。なんか光ってる。あ、んーと、ファミレスで3回食事する。友達の絵本、これなんかあの選択肢に増えるってことなんかな。あゆみお父さんへの評価。うん、善良だ。博識。ちょ、待って、ダサい。どうやってあげんの？いつもずっとマイナス4なんだけど。なんで？ダサいってこれ見た目に反映されてる、もしかして。このヒゲダサくない？だって。なんかダサくね？軽食は？あ、食えるのか。気分。うん、65だし。まあ、食うか。花かき氷。
どこがかき氷なの？めちゃめちゃソフトクリームだけど。これ食うか、うん、おやつを食べると気分が良くなるね。いい笑顔だなユミ。ちょっとリリア、リリアお前大丈夫か？なんかお前がちょっとなんか怪しいぞ。お前なんかいろんな男はべらせねえか、大丈夫か？で、あ、収穫できるね。種と野花プレゼントとして、人に送られます。レアな花なのこれ。で、小麦粉すべて取ります。ちょっと植えよっか。もうレアの花、で、花の種、小麦もっかい。いや待てよ、小麦やめて。ちょっと待って、これどうやって取り出せんの？これもうキャンセルできないのか？あ、キャンセルして、人参植えるか。うん、種をまいてごめんなさい。 OK です。なんかやるの？あれ迷子の子供？お父さんとお母さんが僕のこと嫌いになった。だから僕をこんなところに置いていかれたんだ。迷子っていうか本当に捨てられてるやん。もういっそここで暮らすよ。そういう世界でもあんのか。なんかだからまだ俺らは幸せってこと？この子はデュマン家の坊ちゃんね。よくここに留まるけど最後は親に引き取られるさ。あ、大丈夫なのかな。君しっかりしてるね。騎士に向いてるよ。あ、これで上がるのがわかるのか。君は授業から逃げるためでしょ。合格な騎士は人を心配させたりしない。魅力上げる。わかった、確かに一理ある。ちゃんと帰るよ。まあ普通に喧嘩したってことか。事件を解決しました。お、なんだ、聖母50点増えました。考え中。まあこういうのでなんかパパに憧れてみたいな。魅力上がったね。いいよいいよ。切り株、ちょっと待って、休憩も大事だけど。努力家の兵士、占い師いないんだな。バイトさんだよ。視聴者みてえだな。あゆみの嬢ちゃんがこんなに大きくなったのか。もう知り合いなのかな。ヘイヘイ、拳を振る。かわいい。先生、娘さんが元気そうっすね。ストレートがこんな立派にできるんだから、ストレート。腕も相当力があるだろう。騎士にさせるつもりはないですか？それは彼女次第だ。俺の娘は騎士になるべきだと思う。人生の道はたくさんある。何をしても悪くはない。これだな。うん、俺はいろんな可能性を見出したい。あなたがそんな大らかに考えられるのも悪くないっすね。うん、なのこの猫。おかしな黒猫、喋ったりしねえよな。あれでも尻尾二つあるぞ。いや、魚をくださいって言ってるみたい。うん、可愛い猫だな。ただ俺魚ねえんだよな。釣りとかできないの？おい、バッサル。この年になると穏やかな日々が過ぎていくのを眺めていられるだけで満足なんじゃ。ああ、こういう生活もいいよな多分。あ、なんかあるやん。なんでここに30ゴールドもあるん？なんか見落とさないようにしよう。体質上げるか。うん、行動力さん、どんどん使っていこう。どんどん行動力は。ヤバコの景色は相変わらず綺麗だね。うん、絶対ヤバコって呼び方じゃねえんだけどな。これもやるか。うん、想像力ちょっと一番少ないし、これやった方がいいよね。私が描いたこの絵好きだよ。俺も好き。お前可愛い。本当に切り株だ。休憩しよう。いや、どうしよっかな。魚どっかで取れるなら取りてえけど。料理。あ、パン作れんの？あ、そっか、小麦手に入れたからか。料理しようぜ。よし、うまく頑張れ。レベル5、あ、これ5分の2、5分の5になるとレベル2が上がるってことなのかな。パン。チーズも入ってる。大きな焼きパン。ふわふわで美味しい。もう食べてみるか。よし、行動力上がった。いいね。もっかいじゃあ、スケッチで上げてくか。虹上がるんでしょ？やろう。で、ちょっとバランスよく上げれてる気がするけど。うん、いいよ。んで、いやもう体質さんまずちょっといいかな。ちょっと他のやつを D にしたいところがあるから、そろそろ帰るか。うん。帰って、いいねいいね。こういう感じでだんだん慣れてきたところあるかもしんね。で、頭脳が今レベル1で20分の12だから、もうちょっとで2になるのかな？かくれんぼ積み木。まあ、積み木する？積み木で15上がる。いやー、ギリ上がんねえのか。でも、この授業で上がる気がするから、やろう。これで、ええんちゃう？あ、もう一個か。もう一個集中かな。うん。これで行こう。今日は難しそうな絵本を歩みに読ませたが、やはり動くものを見つめてぼーっとする方が好きなようだ。うん、わかる。歩みがもうぬいぐるみたちとのコミュニケーションの取り方がわかった。ぬいぐるみたちとのコミュニケーション？でも彼女はやはり壁で、パンズルの絵を描くのが好きみたいだ。なんか、俺がやってること全部あんま好きじゃなさそうじゃね？ね、やらせることが。俺は手真似でいくつの動きをして歩みにどんな動物かを想像させみた。空に飛んだ亀さんと水の中のウサギさんって彼女が言った。うん、全然わかんない。歩み、眠れ。父、大きくなれ。やめろ、お前。何その特定の部位なんだよ。お、集中させようとしたが、もう全然本読まないやん、この子。いろんなことがあったね。うん。本あんまり読まないタイプ、なんか脳気になりそうじゃね？ね。頑張って練習すれば今でも大丈夫だよね。なんか体質ばっか上がってってる気するんだけど。ね、大丈夫かな？まあ、いっか。やっぱ金減ってってんだな、あの授業のやつで。新聞。あの、王子どうなったん？まもなく小鳥の日が。
火山国では小鳥の日が全ての子供にとって特別な意味がある。彼らは小鳥の日でゲームをしたり家族と一緒に過ごしたりする。この温かいお祭りの到来を歓迎しよう。まああんまり重要なものはないのかな。ケイル家レイチェル様が留学から帰国。あ、なんか美人そうだな。長女レイチェルは自分が先進的な商業知識を学んでおり、今後家族の音楽を徐々に商業化するつもりで会えたりすんのかな。まあコーリングは男だから別にしなんかあんま知らなくてもいいか。よし、おはよう。おはよう、おはよう。もう5月だな、あゆみ。なんだ、まもなくあゆみの寝る時間だ。そうなのか。早くないか。今起きたんだよな。寝る時間なのか早すぎないか。まず一回出かけよっか。うん。あんまり変わんないかな、やることは。まあ、見知らぬやつがいるけど、まあ、こいつに話しかけてみるか。あれ？違うか？金髪だってる、なんか行方不明の子。来月の小鳥の日に算数試合が行われるの知ってる？ふん、この様子じゃ知らないか。ああ、お前そういう系？なんかあの上から目線系？でもなんかあんまり自分の実力あんま足りなくて、なんか結局なんか痛い目あるみたいなタイプ？うん。知ってるもん。賞取ったことあるもん。お前5歳に向かってすげえ上からなんだな。信じられないね。じゃあ賭けをしたらどうだ？来月の小鳥の日で誰が1を取るかだよね。いいわよ、乗ってあげる。待って、まさかの同い年なわけないよね。この身長の差絶対違うよね。貴族の子供は、あゆみと小鳥の日の算数試合の賭けをしたホワイトは、お父さん応援してるよ、仲良くしましょう。帰ったら算数教えるからね。まあ冷静に行こうぜ。ふん、他人の力を借りるなんて、俺だってお母さんに教えてもらうんだからな。うん、借りる気やんけ、お前も。なんやねん。お父さん、超すごいもん。なんだこいつ。なんだ、算数試合のこと準備できたのか。うん、黙れ。ははは。またお主たちか。こんなに若いのにもう娘ができたとは羨ましいの。お前本当にずっとここにいるな。たとえわしがあの魔物どもを征服したとして分かち合える人がいないというのも寂しいものよの。わしのことはもうよい。娘はどうした。そいつの未来に何か期待しておらぬか。え、あいつには勇敢な人になってほしい。あいつには賢い人になってほしい。あいつには全然善良やろ。同意。善良とは人からの抽象を塵に置き人からの恩恵を大理石に刻むことじゃ。そうなの？ちょっと難しいこと言わないで、5歳の子の前で。なあ。来月が、子供たちが一番期待してる。あ、そっか、もう6月か。あゆみは迎える準備ができてる？なんか、大丈夫なんかな。まず、野いちご食う？あ、でも待って、行動力使ってからだな。あ、でも今日お話できねえのか。華麗な言葉よりも、そっか。待って、あ、お話コーナーできるじゃん。4、感情20。あ、D なるね。これもうバランスよく D なってってるじゃん。すげえいいじゃん。勇者の話を聞いたら、あゆみも勇者みたいに強くなるの。やべえ、この子どんどん勇者になろうとしてる。やめろやめろ。ダメだまだ。俺はまだその覚悟ができていない。勇者になったら死ぬかもしんねえんだぞ。ダメだよ。焼き魚、まあ、いつも通りこちらな。今はね、お腹が丸々に膨れてるの。と、愛してる。特にもういいかな。大丈夫かな。じゃあもう、ちょっと同じことをすると思うから、犬いる？野良犬？なんか可愛い顔の犬だな。ワンワン、おう。なんだこいつ。あ、お父さん、ここに汚いワンちゃんがいる。かわいそう。ワンちゃんと遊ぶ。ワンちゃんにシャワーを浴びてあげる。シャワー浴びてあげるか。ワンワン。お、ワンちゃん綺麗になった。よかったじゃん。尻尾振る。連れて帰れねえの？ダメなのか。今食べ物も作れないし、哀れな兵士。もし俺が貴族だったら彼女と一緒にいられたのに。貧乏人のレンレンで何の価値もない。いや、俺はたくさん小銭を開けた警視庁なんて彼に認めてもらうんだ。ん？いや、あなたの愛はプライスレスだよ。知らん人からのこの助言やだな。慰めてくれるのか。ああ、もちろんだ。僕の愛はプライスレス。僕は誰よりも深く愛してる。事件解決したの？この前、北西の国境で人間と悪魔の争いがあってな。やはり戦争で問題は解決できるのじゃ。まだ争いがあるんだな。もうすぐ春が終わるの。てかさ、これ誕生日9月に設定したからなんかあるんでしょ、多分誕生日イベントみたいなの。で、あ、町の人と10回会話する。化け物の絵本。おい、この子化け物になろうとすんじゃねえの。私化け物になるって。やめろよマジで。急にぐちゃぐちゃの気持ち悪い化け物なんだよ。ミミズ食うか。あゆみ、お前何でも食え。ちょっと待って、これあげれるから、ちょっとこれもあげるか。まあ、料理も これを覚えさせて、これも覚えさせて、生活を覚えさせてからのプレゼントはまだいらない。いや、バイトもいいんだろうけど、まあ、これかな。これでいこうか。よし、ちょっと待てよ。あとは、ファミレスも行った。家帰って、でも、行動力がまだ余ってるから。いや、どうしよう。いや、てかもう、家帰って、知力上げよっか。これね、かくれんぼとかして。あ、待って、これ、寝るって行動力、これで上がるの？あ、上がるやん。じゃあ、かくれんぼもしよう。で、好感度も上がります。お父さん見つけるの早いよ。そうなんだ、もう、プロなんだわ、俺。あ、おしゃべりしてね。
歩みによくなった声、未来の話を。歩みにはやりたいことがいっぱい。気分はなんかあんまり変わってねえな。なんかマックスとかにしたいんだけど。まあこれもまあやるか。もう生活的に全部いけるからね。あ、いけねえわ。よし、知力がプラス30。歩みの気分を上げるには。あー、なんかだんだん、生活表現マイナス50。うわ、やっぱ気分ですげえあれなんだ。なんか俺行動なんか詰め込みすぎてんのかな。半年成長まとめ授業完了。100%100%100%。あゆみは今学期3日目の、授業もマスターしたな。お、なんかすげえ。なんかいいじゃん。来学期はもっといい成績が取れるだろ。なんか順調なのかな。まだよく分かってねえんだけど。で200プラス189。うん。まあいや、体質と知力がめちゃめちゃ上げてらってことはちょっとアペース。まあまだな、このままだと歩みもいつか一人前になれるはずだ。この調子でいけばね。ただね、なんかあの気力がな、子供から手紙みたい。クック、おい、誰だ、男か。おい、歩みに助けてもらったから歩みお姉さんにお礼を言うために手紙を書いたね。俺が知らない間に何があったん。歩みはなんて誇らしい子だ。俺がいない間にどこにいてた。あいつ、あいつって言っちゃった。自分の娘のこと。おはよう。今年の半分が過ぎた。最も娘が安心できる父親、君の合格可否をここに続けるよ。うまくいってないの？大丈夫だよお父さん。え？お父さんはいつだって私の大好きな人だよ。急にフルボイスじゃん。いや、なんか君に対してのイメージで、なんかそれでそう言われてんのに君に励まされるのちょっとよくわかんねえけど。うわー、下がってるわ。マジか。あ、まあこれ完了で、賢い絵本ってどっかで使える？絵本、ここでもな、あ、資料、これでもないし、ちょっと待って、どこでなんか絵本って、絵本ってどこで何をすんの。気分とりあえず上げなきゃいけないから、ちょっと待ってよ。あ、外で、あ、そっか、外出れねえんだ、6月だから。いや、まず行動力、いや、どうしよう、気力、気分上げたいから、まあこれにするか。オッケー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 。まあ、とりあえずあの一旦このなんかね、気分を重点的に上げよう。もう一回これだな、これで上げて、いいよ。と半分以下になるとダメなのかな。で授業ベッドで寝て、行動力からの、これで気分が5なるから、これでなんかなんとか元通りなんない。あ、よかった、これで、あ、よかった、戻ったね。でこれもつけられるから、2倍の料理。いや、これ銭湯あげた方がいいんかな。いや、あげないね、俺はあげない。ちょっとおしゃべりだな、好感度上げたい俺は。もう授業しかないよな。うん、授業で、あ、小鳥の兄さんか、そっか。小鳥の日は火山の、女神様が彼女のそばに付き合ってくれた小鳥のために設立したものと言われている。はい。今は子供たちのための祝日になってきたけれど、全ての親はこの日のために念入りにプレゼントを用意し、愛しい子供たちに送る。歩みにとってはこれは彼女だけの祝日なのだ。お父さんはどんなプレゼントを用意したの？いや、そうだな、まあ大人のおもちゃなんて言うと思ったか。お前やめろ、なんかもうそういうものしか出てこないわ、ごめんな。今はプレゼントについての説明だが、君がプレゼント交換イベントのために用意したプレゼントは同じ数のプレゼント券に交換し、歩みに渡す。俺プレゼント持ってる？もしプレゼント一つ用意したとしてなら、歩みが、え、したとしてなら、歩みがプレゼント交換イベントでは1回プレゼントのくじ引きをするチャンスがある。はん、もっとプレゼントを買えば、歩みはもっとプレゼントのくじ引きをするチャンスがあるぞ。あ、そういうこと？プレゼント3つ買うに決まってるやん。娘のためにどんなことでもする。お金なんて惜しまず使う。行こう、あゆみ。今日の広場はとても賑やかなはずだ。うん。なんかよ、犬め。おい、大好きだぞ、おめ。おー、ここがね、町中に、親子の楽しそうな声で溢れて、さまざまなアトラクションが並んでいる。ん？あゆみ、どうした？この世界、なんか横顔綺麗だな。なんかもう大人っぽくなったな。この世界で初めて誕生した命が火山の女神である。うっとり。まさか、クリア式を自ら布教しに来たのか。初めての命が誕生してから一から無尽の様々な生物が生まれた。火山の女神は万物の時間を操り、精密な命の脈絡を作り、時間を注ぎ込んだ。そして徐々にこの世界は花と笑い声で満たされ、命の気配が溢れていた。女神様はすごいよね。一心に聞く。あゆみがこんな真剣になるのは珍しい。お父さん、なんか女神になるとか言う。親子算数試合、これをやりたいのか、意味。あ、言ってた、あのクソ、あ、いる、この貴族のクソガキ。やるのか。でもお前今知力 D だよな、勝てるか。貴族だぞあいつ、多分 C か B ぐらいあんじゃねえ、もしかしたら。算数ができない子には無理だぞ。まだできないのか。冗談だよ、親子が一緒にやるみたいだし、一緒にやろうか。今度は自分で算数覚えるんだよ、約束な。
分かった、オッケーオッケー、行こうぜ。へん、お父さんたれー、分かった分かった、まずは他のところに回ってみよう。ルーレットできる算数字は最後にしよう。なんかいる、小さい赤ちゃん、あなたが生まれたばかりの頃はこれよりも小さかったですね。お前たまに喋り方どうなってんだ。あ、娘もいる。なあ、この子可愛いな、俺の妹だよくない、娘のいる前でそんなこと言うな。お父さん、私にどんなプレゼントを用意してくれましたか。あとでわかるよハニー。うん、子犬であってほしい。多分そらねえぞ。なんかよくわかんねえ生物がいる。こいつに話しかけれねえのか。まずこいつに話しかけんのもやだな。音楽家がいるじゃねえか。真剣に聞いて。ああ、特に何もないのか。あ、デリックいる。空気の中は子供たちの笑い声ばかりで気持ちが良くなりますね。お前子供好きなのか、良くない方の好きなのか、どっちなんだ。子供いる。あれ、この子さっきあれじゃね、湖のとこにいた子。あ、そうだわ。再試合、私は再試合を要求します。あなたの要求は無効です。なんだおめえ調子に乗りやがって。再試合、いやもうやるかって。もその前にルーレットやりたいな。何ルーレットって。色を選択してかけてください。あ、なるほど。100を使います。ああ、そっか、これに当たればすげえめっちゃもらえるってことか。いや、まあ無難にオレンジでしょ。はい、オレンジです。ちょっと待って、ん、いつまんのこれ。はい、はい、やった。ああ、でもプラマイゼロってことか。そういうことね。ちょ、一回俺かけてえな。ブルーだね。あ、しかもいいじゃん、ブルーある可能性あるよ。全然全然ある。ブル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 、あ、じゃあ、よし、33ゴールドプラス。はい、やめよう、算数試合だな。算数試合、なんか大きくね、なんかもう大きくなってね。規定時間内により多くの算数問題に正解してください。俺がやんのこれ。え、マジ、俺一番数学苦手なんだけど。算数も無理よ。右クリック確認、左クリックオプションん、参加すると小鳥の日が終わります。やるしかねえよな。え、規定時間内でなるべく多くの算数問題に正解する、右クリック選択、え、確認する、切り替えるって何。左クリックで、なんか操作独特だな。左クリックで矢印を動かすってこと。なるほどね。準備はいいか、大丈夫、お父さんがついてるから。いつでもいいよ。カウントダウン20秒、切り替える、確認で決定ってことでしょ。だな、こいつ挑戦する問題の難易度を選んでください。難易度が高いほどより多くの報酬を獲得する可能性があります。いや、難易度高いじゃん、どんくらいの難易度なんだろう。ちょっと難しいもの、いや一番、いや、ちょっと難しいものにさせて、怖いから。俺算数苦手なんだマジで。スタート、ハッシャーさんは、11、5区、ん、区越し15だからこれだね。4引く3は、1、結果を一回に発表します。ホワイトスコア、71スコア、報酬はプレゼントチケット2枚。ちょっと待って、操作ミスったわ。持っていきなさい、利口なお嬢さん。まあ2問しか間違ってねえからな。しかも間違った、その本当にちゃんとしたケアレスミスで間違ってるからな、こっちは。ありがとう。いや、俺完全に俺のミスだよねこれ。俺が悪いよね。娘多分完璧できたぞ。今ならくじ引きができるな。行こうか。これ完璧やったら3枚とかもらえてたんかな。うん、行こう、トーピン。いや最悪、小鳥の日クリアだ。いらっしゃいませ、こちらプレゼントのくじ引きです。プレゼントには番号があります。対応するプレゼント選んであげてください。うん、てて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 、これ。まあね、あの、あゆみの誕生日です。想像10。あ、普通の贈り物か。じゃあ27は俺の誕生日、贈り主昨日誰だよね。感情20、お、やった。成功の贈り物、やった。あ、もう、もう参加できんの。うん、でもてて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 てラッキーセブンだろ。なんで普通やねん、おい。もう7の数字があると俺全部やろ。17全部普通やん。もう俺の当てずっぽで言っていい、最後。20。くそ。お持ちのプレゼントチケットは全部交換しました。どうぞプレゼントお納めください。でもこれめちゃめちゃ上がってね。プレゼントが気に入ったか。うん、あゆみこれ好き。これさ、よくわかんねえさ、なんか変態のやつの贈り物とかさ、子供とかに手に入っちゃったらすごいやばくない。で、なんかバイブとかさ、なんかお父さんこのブルブル触れる何に使うのって、やめなさいって、ね、あるかもしれないよね。何言ってんの俺、よくねえって。本当によくないよね。あ、今日は楽しかったか。すっごく楽しかったよ、お父さん。ならよかったよ。なになになに、金色の小鳥さん。え、金色の小鳥さんいんの。金色の小鳥さんは人々の幸せを運んでくれるんだって聞いたの。お父さんが今日たくさんプレゼントを送ってくれたから。お父さんが今日た
たくさんプレゼントを送ってくれたから、うん、私もお父さんに金色の小鳥さんを捕まえてあげるの。待って、エミ、そこは無理。ちょっと待ってな、これ戦闘とか始まる？おい、待て待て、まだ早いって。5歳は5歳は早い。ちょ、先行くね。割とでけえな、金色の鳥。もっとちっちゃいと思った。お前全力で走れや。なんでお前追いつかねえんだよ。走り方すごいな。あゆみ動くな。あそこはガキ。あゆみ、うん、あぶね。黄色のお鳥さんがあればお父さんとあゆみがもっと幸せになれる。よくない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 。なにどっち持ちた？なにおゆみを？え？起きたの？よかった。ちょっと待ってよ。本当によかった。いつもいつも心配させちゃうんだから。あの、え？ローズは？ローズは無事か？いや、ローズじゃねえし。あゆみな？ビッチーン。イケメンだな。私任せておけばいいの。全てが良くなるわ。うん、あなたはゆっくり休んでいればいいの。全力を尽くすから全てが良くなるわ。ね、なんかこの人もなんかあるんじゃねえのかな。ね、なんか秘密じゃねえけど、なんかただならぬ人間も、それこそ火山の女神様のなんか末裔みたいなさ。あれ1月になってる。ん？夏かね。あ、そういう世界なのかな。8月とかないってこと？ 6 月であれってこと？でも12月なんちゃらなんちゃらしてなかったっけ？よくわかんない。おいおいおい、ごちゃごちゃごちゃなってきた。あっという間で、あゆみがもう12歳！え？ 7 年経ったの？時間が経つのって早いな。え？じゃあ36他の成人ってどういうこと？ね、成人どころじゃなくない？ね、もう70歳とかなってんじゃねえの？だって42単から始まったよね。こんにちは、ホワイトさん。国が今若い騎士を募集しております。お宅にあゆみというお嬢さんがいらっしゃることはご存じでおります。もしこっちから、は？おめえ女の子を刺激死させねえよ、まだ。12歳やぞ。これは大事なことだ。娘の意見を聞いておかなくては。え？聖エルマ騎士学院。ああ、でもなんか良さそう。気品ありそうで。騎兵、区域、忘れられし森エリア。申し込みし、あゆみ。え？申し込んだの？あゆみが。娘さんはすでに我々に騎士学園応募書を提出しました。あなたに確認してもらうためによし。聞いてない聞いてない。何？これは確かに。あゆみが最近街に大人気な女騎士、レベッサに夢中だからね。そうするとは思って。ふざけんな、レベッサ。なるほど。あゆみがそうしたいなら、俺はもちろん応援するよ。応援すなよ、おい。俺を応援しねえよ、まだ。承知しました。あなたと娘さんのご助力に感謝いたします。火山国は今まさに若い戦士が必要とします。いや、な、12歳よ、12歳。俺まださ、決心がついてね、死ぬかもしれねえんだぜ。やはりあゆみに聞いてみるか。それこそ異世界アニメみたいにさ、巻き込まれたりするやん、絶対に。三大領主が騎士を募集中。火山国の三大領主、王室のグビネス姫、ハンド家のレベッサ、ブレイン家のクラウドが今月末から見習い騎士を募集する。聖エルマー騎士学園は、様々な募集拠点になるかもしれない。オーラブ劇場は火山国で長い歴史を持っており、なるほどね。オーラブ劇場とかもいるのもなんかすげえ笑顔の人いるけど。で、真新しい中央広場。中央広場は整備されたおかげで今一新してる。え、この7年間の間に綺麗な丸石で敷き詰められた地面、ハンド家の積極的な働きに感謝を。なるほど。ちょっと待って、なんか勇気いる。もう7年経った娘の姿見んのやだな。やだっていうか、なんかすげえなんか心構えが必要。行くよ。うわ、おはようだ。成長してる。めっちゃ成長してる。しかも、お前ちょっと、服装それダメ。なんか、ちょっと露出じゃないけど、なんか、ちょっとあの、肌っていうかさ、体のなんかライン分かっちゃうからダメ。何？お父さん。もしかしてもう知っちゃったの？いや、知ってよ。さっき来たんだもん、岸さんが。お父さんに心配させたくないからこっそり提出したんだけど、バレちゃったわね。いや、そういうのは逆に心配するから、こっそり提出する方が。でもお父さんなら私が決めたことを応援してくれるって信じてるから。そうでしょ？やだよ。やだよ。やに決まってんじゃん。騎士だよ、だって。あとあと誰が魔物とかと戦いに行くんでしょ。そしたら死んじゃうかもしんねえんだよ。心配しかねえじゃん。やめろよ。まあそうだな。よくない。剣になってる。私はもう子供じゃないんだから。お父さんを頼ってばかりじゃダメだもんね。子供よ、12歳なんて。それに、お父さん。あの時の足の怪我はまだ治ってないよね。ああ。家でゆっくり休むんだよ。落ちた時のってことか。これからは
私がお父さんを守るんだから。え、これって確定事項なのかな。この進み方ってなんかそれもまた別であるってこと、落ちたりしないみたいな。わかった、ちゃんと家で鍛錬するよ。本当は今から探検しに行くつもりなんだけどね。おお、なんか物心なんかついて好奇心旺盛すぎないか。ちょっとすぐに忘却の森へ向かいましょう。ちょっと待って、やめろって。ダメだよそんな、俺めちゃめちゃ心配してるって。あ、絵画とかも増えてる。何これ、追加マスター授業って何。なんだこいつ、おい絶対渡さねえからなマジで。なんだおめえら、参加授業何これ、これ何かける2。あ、何これ、あ、もう本当に、え、なんか成長しすぎ、ちょっと7年一瞬すぎる、一瞬すぎる、ちょっとしんどいて。なんだよこれ、ファンが増えるほどフクロウが届けてくれる手紙も多い。何アイドルやんそんな。タンス、装着中。あ、服100ゴールド売れないのこれ。すっぱだかなんね。特にできないカーグ、ちょっと待って、なんか元気なくなってきたんだけど。早すぎない成長。ファン7人になってる。で、合計金額2073ゴールド。スキル知識、まあ、まだ0点ばっかだな。12歳、147センチ、大きくなったな。おい、なんなんだよ、やだよ、ミミズ。7年前のミミズ、まだ持ってんの？ 7 年前の人参も持ってんじゃん。これ何これ？あ、これ読めるな、ここで。あ、ここでか。感情30。どんどん使おう、これ。貯めといてよかった、逆に。めっちゃ急に上がるやん。すっげえ上がる。ミミズ食えるか？ミミズ食えないか、さすがに。なんだこれ？なんだこれ、好きなアイドルか、ロールプレイ、何これ。やっぱり先に忘却の森へ探検しましょう。あ、もうダメか、強制なのか。あ、お小遣いあげれる、本音を話す、こう、何この点点点って、なんかちょっと赤いぞ。おしゃべり、男の子とあまり親しくしないで。いや、俺マジでこれ今、やみ上がれ、もう言わない、もう言わない、もう言わないから、何もないから、何も全部忘れて、今の闇上がっちゃうの？お小遣いあげよ。闇マイナスなれ。お菓子かパイナップルパイ。お父さんが好きなもの一つ選びましょう。なんか本当に気遣いも半端なくいい子になったな。本音はまだ話さない。なんか本当に辛くなったらいいよ。ねえ、ちゃんとパパなんだけど今俺。授業じゃねえ、地図か。ここね、探検で、まあ、戦闘とかもするってことか、行ってみる？うわ、やだわ。お、カリードいる。何？お前は初めて森に来たのか？初めてなんかい？小娘一人で来るとは随分肝がしちゃってるの。俺いないのかやっぱ。ここ最近魔物の数が増えてきてる。お前はなるべく森の外周で狩りをしていろ。石碑って何？ん？え、待って、これが、後々、男率高ー！ちょっとこの二人じゃないの、女の子って。二人しかいないの？あとこれ全員攻略対象みたいな。絶対誰にも渡さねえから、バカ。どんだけいいやつでも絶対に渡さねえ。汚染度って何？うわ。8、これ、これじゃ、1日これで終わるってことか。黒猫もいるね。7年前はどうも。にゃにゃう。こんにちは。私はカンカンだよって言ってるみたい。なんでわかんだよ。すげえな。願いの池。ああ、幸運1上がったりするってことね。え？赤い成績で1幸運で、2ミミズでも1幸運なの？ミミズと赤い成績って同じ価値なの？すごくね。特に何もできないなら行ってみる？探検。え、でも仲間とかやっぱ必要なんかな？大事、困難になってるよ。死んだりしない？ちょっと待って、怖い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 。セーブできないの？あ、セーブできる。ちょっと探検してみるか。でもちょっと一回ね、セーブしてきたんで。え、大丈夫かな。魔法が苦手な低級魔物が出現する。その多くは小型魔獣の姿をしている。大丈夫かな。一人だよ。お前ここ来たの初めてなんでしょ。練習用の木やんけ。行ってみるか。大丈夫か、進む。え、戦闘せず来た。これ戦闘か。戦闘はプレイヤーのターンと敵のターンで分かれる。プレイヤーのターンでは、プレイヤーはターンごとにエナジーポイントを2、獲得し、戦闘スキルに使用できる。必ず2もらえるってことか。戦闘スキルにはクールダウンがあり、クールダウン中に使用する場合にはさらに多くのエナジーポイントを消耗する。ターンごとにエナジーポイントを2消費して、シールドを獲得でき、消耗したエナジーポイント1につき、難しい！歩みには剣と弓の2つの武器を切り替えでき、武器には魔法、物理魔法の2つの属性がある。敵の弱点を見極め、相性の武器で対応しましょう。なるほど。うわ、毒牙だって。え、奇襲使う？攻撃倍率。いや、待って。弓にしてみる？弓にしたらどうなんだ？ 1.5 じゃん。こっちにしよう。こっちで、これだな。よし、行け。ターン終了か。ターン終了です。うん、ターン終了。はい。敵のターンで。ちょ、死ね！逃げろ！ダメだ！もう逃げきれない！どうしよう！死ぬ！死ぬ！絶対に死ぬ！ちょっと、歩み？
あゆみ、死なない、よかった、死ぬわけじゃないんだ、いただきの景色が見たいな。なんで負けちゃうの。当たり前やろ、当たり前やろ、ごめんなんで、もなんか俺が連れてっちゃった結局。一人で挑戦するからさ、賢い勇者はたった一人で敵と戦ったりしないね。え、でも私は誰と一緒に行けばいいの。え、でも、え、仲間にするなら女の子しかやんねえよ。それはね、まず誰かとお友達になってからその人をパーティーメンバーに誘えるのさ。これからは火山国でいろんな人に出会えるだろうし、その時にまた長くすればいいさ。そういうことなのね。待って、私友達がいないからかわいそうだけど、でもな、なんか男の子と友達にならせたくないな。てかここからが本番みたいな感じなんかな。12歳から。大丈夫、今から頑張りましょう。さっと元気になったね。ちょっと待って、ロードしよう、はい、ニナって子来た。いたよね、さっき石碑に。こんにちは、あなたはさっき谷に入ったの。ええ、でもあまり深入りしませんでしたが。でもこれ強制じゃねえ多分ね。え、必ずここ来なきゃいけなかった時点でこれ絶対やなきゃいけなかったんじゃないの。負けなきゃいけなかったんかな。でもすっごく勇敢なの、私すっごく感心しちゃうの。可愛いなこの子、うん、ちょっと自己紹介するね。私はニナ、ハンド家の、あ、ハンド家って聞いたね、後継なの。今は見習い記者の修行しているの。なんか喋り方も可愛いな。はじめましてニナ、私はあゆみ、お父さんの娘なの。いや、それはみんなそうやろ。面白い人なのね。あなたのバッジを見ると、あなたも今回の聖エルマ学園の新入生なのね。入学式であなたに会うの楽しみ。お、友達できたね。新入生には自分が使えるべき領主を選ぶんだけど、気に入った相手はいるの。よくわからないかな。教えてくれてありがとう。帰ってお父さんに聞いてみるよ。あなたと話して楽しかったの。私はまだ他の用事があるから、また学校でね、あゆみ。また入学式で会いましょう。さよならにな。入学する前に友達できてよかったじゃん。ね。いや、よかった、女の子で。これからどこへ行けばいいかな。再建したばかりの中央広場へ行ってみるのはどうだろう。お前めちゃめちゃ出てくるな。よし、では中央広場に行きましょう。オッケー。ちょっと待って、石碑で、ニナだよね。ニナとモナは絶対友達になろう。女友達は必要だ、絶対。男友達はいらね。中央広場行ってみるか。サイコロショップとかあるけど。行ってみよっか。なんか変わった？ここが火山国の中央広場だ。年中いろんなお店が出されていつも賑やかさ。ここなら新しい服や武器も買えるし、うん、オペラも見られるしね。おう、でもパパ寂しいよ。こちらの劇場と浴場も人を募集してるみたいね。つまり私はここでお仕事を探せるってことね。いや、早い早い、12歳まだ。せめて成人してから。この世界の成人何歳か分かんないけど。あみお嬢さん、別にここでバイトしなくてもいいさ。でも私もお金を稼ぎたいもん。このマークがだから闇増えるんじゃねえの。ねえ、よくない、絶対やらせない。サイコロゲームってなんだ。アミは一旦に2回、中央広場でサイコロゲームをすることができる。相手は年単位で強くなっていく。もしサイコロのレベルが低かった場合、他の村人と勝負して彼らから強い、より強いサイコロを勝ち取ろう。はい、とりあえずやってみる。サイコロの種類難しそうだな。ちょっとこれ普通に目読しなきゃ分かんないタイプだ。とりあえずやってみればいいんだな。なんか攻撃とかもあるんだけど、とりあえず数字の大きいやつを出せばいけるってことだろ。やってみるか。サイコロゲーム、とりあえず消耗2。いや、ちょうど2か。まだやってみるか。おう、初めて見る顔だな。ここは初めてか。人物サイコロ3個持ってきたんだろうな。賭博狂こいつか。座れよ、あんまり緊張しなくていい。だから、なんかここ闇上がったりしない？大丈夫？なんかめちゃめちゃ上がりそうな雰囲気ない？街の賭博票。まあ HP 同じか。さあベットしな。負けた奴が金を払う。恨みっこなしだ。かける金の金額か。100に決まってるだろ。男ならね。いや、女の子だった、ごめん。でも俺の仲間、あゆみの中身も俺だからな。やるしかね。普通の、あ、ここでサイコロ使うんだ。ホームレスのサイコロ。こじきってな、これ防御なのかな。これ説明にあったか。んで、老人のサイコロ攻撃。あ、これあんま変わんなくない？まあ、とりあえずこの宿女のサイコロ使ってみる。ん？あ、もうここで3つか。いくよ。サイコロを振る。いくよ。もうこれほぼ運でしょ、だって。レッツゴー！え？ 6 出た。え？ターン終了。俺どうだおめえ。食え、これ。え、これ何これ。ちょっと待って。え、なんか説明ちょっと待って。え、こんな、何これ、どういうやり方なのこれ。ここ表に、ここに場に出したってこと ?6。で、ターン終了でいいのかな、合ってる。え？あゆみが先手で食う。あ、なるほどね。え、わかんねえよ。先手で攻撃を開始。
待って、これでサイコロ振るで数字が6出て、かつこのなんか一マークの方で出ちゃうとなんかこっちに攻撃できるみたいな感じだったんだよね。であとなんか武器サイコロのみでも攻撃可能みたいな書いてたんだよ。合ってるかな。なんかちょっと不安になってきた。あれ6だよ、66で33。あ、何これ、え、残り回数もう一回振ってみる。これいいんじゃねえの、もう一回やってみていい、いいのかこれ。ちょっとよくわかってない。どうしよう、もう一回いくよ、もうこれでいくしかねえ。え、表情なんで食らったの、なんで食らったのね、わけわかんないよ、わけがわかんない。これで、もう一回いこう、これいってみよう。はい、何これ、ね、どういうことね、ただただ攻撃食らってるだけなんだけど、痛いんだけど。これで、あ、こうやってやるんかい。だいぶ不利な状況から始まっちゃった。なもう全部セットでいけ、全部セットで。もう意味わかんないんだけど、ちょっと待って。負ける負ける、俺全然ルールわかってないじゃん。これ出してステッキアタックだ、こういうことんで、んこれが武器サイコロみたいな感じだったよね。これ出せねえわ。4、ねえ、でもどういうこと、あと5くらいだったら俺死ぬよ、出せないんだよね。4、意味ないんでしょ、じゃあ終了します。じゃあやめて、やめて。あー、いや、まだこっから巻き返せる。あ、小じぎ、小じぎで、これで当てて、これも使う、さすらいで防御をため固める。で、これ何、これなんこれ。あ、これもいける。あ、そういうこと、やっとわかったかも、やっとわかった。あ、え、ちょっと待って。ただの魔法さらしただけみたいになっちゃった。もう一回やらせて、ダメだった、そっか、くそ、もう一回やりてー、もう一回やりてー。めちゃめちゃ耳わかんなかった最初。武器は買う必要なくない、今は。後々このさ、銀の剣とか金貯まってから買った方が多分いいと思うんだよね。てか、ぶっちゃけ言うとあんまり戦闘に行きたくない。俺、歩みはそんなところに行かしたくない。服屋行こう。ね、身だしなみを変えよ。ゲーム内では10着以上の服装は着めることができ、服装を着装することで歩みのステータスが上がる。レアな服装は入手も特別で、冬になってから着られる服もある。なるほど。お、似合う。ゲーム内で、あ、オッケー、これね。あ、待って、香水か。うわー、高え。いや、ギリ足りねえ。いやー、まだ貯めよっかな。お嬢様のドレスもこっちも似合う。絶対似合うじゃん。あ、これなんかステータスもちょっと上がるんだね。アトリエ、アトリエ、歩みのアトリエじゃん。錬金工房は半年につき6つの錬金アイテムが更新される。アイテムの錬成する可能性は歩みに頭脳にかかる。まあ、難しいな。戦闘ステータスが上がったりをするってことね。麻薬か。はい、あ、100ゴールドで修復とかができるんだろうけど、これ俺持ってなくない？ちょっとよくわかんねえから、ちょっとやめとこっか。こんにちは、お嬢さん、前にどこから会ったことなかったっけ。劇場で私の演劇を見に来てね。お、あ、なんかリベイカかわいい。この子何？え、ちょっと待って、なんかいろんな女の子はべらさくね。まあ俺は俺として、まあこの歩み歩みで成長してってもいいんだけど、俺は俺でなんか女性をなんか求めたいじゃんね。だからリベイカもだし、リリアもだし、あと占い師さんも、だからいろんな女の子全部やろ。綺麗な子だね。はじめまして、私はリベイカ、リベイカ服屋のオーナーよ。あ、オーナーなんだね。プレイヤーはターンごとに辛抱を3ポイント、辛抱持っており、村人と特定のアクションをすることで辛抱1ポイント消耗する。ストレスってこと？教えを請う。ランダムのステータスを獲得できる。挑戦、決闘、ステータスで勝負する。挑戦、議論、頭脳、学科点数や話術で勝負する。プレゼントを送る。村人とのアクションってこの人だけじゃないってことでしょ？うん。なるほどね。ああ、おしゃべりしよっか。うちの店はちょくちょく新しい服を出すよ。私は服をデザインするのが好きだからね。もうおしゃれだもんね、この人。あ、好感度上がるね。あ、これが俺があの、これで上げてたやつか。資料先頭。じゃ、これじゃねえ、これか。これで、いや、どれだっけ？これか、これだ。これで上げてる、これで、90% の確率で、あの、好感度上がるってことだもんね。だからこういうふうに、あの、コミュニケーション取った方がいいところだよね。質問、挑戦、贈り物。贈り物はないよね。質問する？私あまり本読まないね。でも記事の選び方に関しては私なりの考えがあるから。はあ、はあ、おお、上がる、めっちゃ上がるやん。マーリーって人もいるけど、どうも。あ、なんかエッチ。私は浴場の女将マーリーよ。暇な時は気軽に声をかけてね。うわ、なんか、この人大丈夫なのかな。
ああ、ここになんかあるのね、好感度的なやつが。浴場の店主、おしゃべりするか。若い人と一緒にいると私もまだまだだよって思えちゃうのよね。なんか魅力的、なんか魅惑がすごいな。質問もするか。私こう見えて礼儀のことは詳しいのよね。私はいつか貴族になるからね。貴族っぽい見た目してるけどね。もう好感度すげえ上がるな。んで、ゼーマン演奏家、はい、どうも娘さん、我々はゼルメンここの武器屋のオーナーかい。武器屋なんか、あ、これ研いでんのね。なんか音楽でも演奏してんのかなと思ったわ。おしゃべりする？うん。武器も持ち主を選ぶ。いや、そんなことある？ねえ、普通に買ったらその人のものや。俺の作る武器は勇敢で忠実な戦士にしか売らない。質問しようか。剣の柄のデザインについて聞かせてくれ。最近の若者はあまりにも美意識が低すぎる。あ、美意識とか、なんかその、あ、武器の美意識ね。なんか自分、見た目とかはあまり気にしないのかな、自分の。ちょっとなんかあの、ねえ、ちょっと、ほんと正直言うと、ちょっと汚く見えるわ。結構正直言っちゃったな。だって劇場、金かかるのか、金あんま使いたくねえんだよな、なんか装備とか服とかも欲しいんだけど。あー、ゴーの見た方がいいね。いや、これはちょっとやめとこっかな。ちょっとあんま金使いたくねえや。んで、湖行って、待って、うわ、こいつらあれじゃん、コレクテーションやろ。くそが、てめえら渡さねえからな。まあ一応話しかけてはやるよ。はい。あ、はじめし、ドキベ、はい。なんか、気に食わないからって喋り方めちゃめちゃふざけそう。現場中継、なんか特別じゃね、君のために症状化をかけて嬉しいよ。は、なんかもうこいつくどいてね。もうなんでもねえよ。うわ、こっちやばそうだわ。こっちまだ友達止まりで、なんかね、なんか親友になれそう。こっちなんかもう、なんかもう、ごめん、ほんと見た目で決めちゃうの絶対良くないんだろうけど、でもなんかこいつすげえなんか、めちゃめちゃなんかね、二股とか三股とかしてそう。いや、最低だな、俺。はい。わあ、もうやってなそうじゃん。なんかこの口になんかこう含ませるやつ。ねえ、ハムハムしてんでしょ。よう、はじめまして、僕はハート。君の髪の色は太陽みたいに輝いていて、僕は、目は緑みたいにしちょっとね。じゃあもうくどいてるやん。なんだこいつ、おしゃべりしてやるしょうがねえから。君は新しく来た子を見たことない顔だね。うん、子供の頃よく来たの。今は学校が近くにあるから散歩しに来たの。なるほど。こんな可愛い子一目見たら絶対くどくなってめ。殺すぞ。おい。マジで、俺今マジでパパなんだからな。お前この12歳の子くどいてんじゃねえよ、マジで。お前調子飲んでました。本当に。口悪くなっちゃう。ごめんね。ちょ、マジで。俺ちょっとあの、今本当にパパやってるからさ、もう許せねえわ。なんかこうやってすぐくどくやつ。もう帰るわ、こんな。なんかストレス溜まるわ。ねえ、どうしようかな。もうやることも、あ、これか。もう 0G だから、これやった方がいいんかな、実践授業。毎年歩みは3回だけ実践課題を購入することができる。実践課題のクリア条件はさらに厳しく。クリアするとさらに多くの革新ステータスを獲得できる。革新ステータスって何やねん。よくわかんねえよ、まだ俺。炎の一文字切り。浴場音楽の革新。なんだこの技名。こっちの方がかっこいいやろ。体質1500。圧倒的に足りない。圧倒的に足りねえって。1100。無理やろ。なんかこれ適当にやるか。まずこれにしとく。で、ラブレーターはもう見たくもない。あ、これあげれるね。プレゼント。いや、バイトした方いいんかな。あ、こっちあるやん。挑戦に勝利した時、10% の確率で2倍のアイテムを獲得する。挑戦ね。ショップからアイテム購入の値段が 10%。これは必要だろう。甘い言葉。いいね。なんか口がどんどん上手くなってきたね、この子。お父さん、我が家の歴史について教えてくれないかな。嫌です。なんかごめん。なんか俺ちょっとなんか、俺どんどん悪いパパになってきそう。なんか全部制限しちゃいそう。拘束しちゃいそう。なんか、心配だもん。心配になるわ、なんか。パパ心配だよ、ちょっと男の子と喋らないで、許せない俺。あ、入学式ね、参加するか。行ってらっしゃい、愛しの歩みを。生徒の皆さん、今日は我ら聖エルマ騎士学院の新入生たちが入学する日です。聖エルマでは、8つのメイン授業を受けることができ、中には剣術、弓道、理学、信仰、礼儀、文学、絵画、音楽を含めます。あ、今まで0点だったな。まあ普通に入学しなかったかったけど、でも5点だったよね。なんかわかんないけど、デフォルトで。ここは火山大陸において最も多くの教師を抱えた騎士学院です。国は今魔事を相当する徴兵ブームにあります。貴族や騎士の子女に限らず、騎士志望の子供であれば誰でも入学できます。買っちゃったね。どうした？その一言のボイス多分違うぞ今。ここどういうこと？学校の昼食が美味しいって聞いたことがあるわ。お、ニナいるじゃん。そうなの、学校の料理人はうちの料理長の弟子なのよ。ちょっと難しいな。学校の料理人はうちの料理長の弟子なのよ。はあ、ああ、だから料理長の娘なのか。こんにちは、あゆみ。また会ったね。なんかあれ、あ、でもさ、貴族、それなんだっけ、なんだっけ、もう名前忘れちゃったけど、なんかそれの娘さんで、それの使えてる料理長の名前、ぐちゃぐちゃ。ニナ。あ、ニナだ、こんにちは。私、いろんな授業を選んだの。もっと授業であなたに会いたかったから。おう。
ここにいる聖エルマ学園の生徒たち、直ちに学校西側の礼拝堂に集まれ。何かあったのかな。この子も12歳なの。ああ、多分領主選びの件なのね。うちのハンド家が今度どんな人材を募集できるか見てみましょう。うん、あ、このハンド家、おお、真ん中綺麗だな。最近各家族が見習い記事を募集する意向があり、ちょうど今日は新入生の入学式ということで、こちら三大家族の代表来ていただきました。なんだ三大家族って。あなたたちは火山国の未来の騎士として、自ら使いたいと思う領主を選ぶ資格があります。怪しいやん、見るからに。あ、これハンド家で、王室ブレイン家。ノーノー、頭がいいのかな、多分。また、今はただ見習い騎士として募集するため、そこまでかしこまる必要もありません。あまりプレッシャーを感じることはないということです。あれ、騎士になるチャンスがこんなに早く来ちゃったのか。でもチャンスは一度だけ。慎重に考えるのね。あ、もう後戻りできないの、どれか選んじゃったら。私って最近街中に大人気らしいんだけど、まだ自己紹介が必要かい。あれは騎士レペッサさんだ。はい、これあれかいな。まあとにかくハンド家に来たやつは私のところに来な。私の機嫌がいい時ならお前らを連れて山でまあを捕まえて遊んでやってもいいんだぜ。強いのか。まあ武闘派。どれ、魅力系かで頭かな。レペッサさん、冗談が過ぎますよ。はい、生徒諸君。うわ、今の声聞いた？ない。生徒諸君、私はこの聖エルマ学園の学園長をしているフレインです。あ、フレイン、ブレインって書いてるけど、え、じゃあお前フレインブレインって名前なの？学園長なのか。なんか権力でいろいろやってそう裏で、実はこの中甘いマスクしてるけど。ブレイン家は学問に興味を持つ方を募集しています。あなたたちは聖エルマに来てるが、必ずしも騎士になるわけではありません。あ、そういうこと。だからこの学校で今歩みは多分あの騎士になる、なろうとしてるんだろうけど、でもこっちになんか後々ね、なんか考え方変わってみたいなあるかもしれないってことでしょ。研究を好む人も、神を崇める人も、学問に励む人も、我々は重宝しています。その通りです。聖エルマ学院は勉学に励む人も歓迎します。それでは最後の家族の代表、我らが敬愛するグビネス王女です。あれ、グビネス王女が自らここに来たのか。喋り方みんなたまにおかしくなんね。何せここは聖エルマだもんね。これからもっとびっくりすることが起こるかもよ。お、綺麗、うん、この人の近くに歩みをなんかよこして、で間接的に俺も近くに寄れるわけじゃん。いつも俺の娘がお世話になってますみたいな。でそこからちょっと関係発展してって、このグビネスを落とそう。なんか俺の中でさ、歩みを育てるのを二の次にしたいそうな気しないね。あとあとグビネス、こんにちは。今度私は王室を代表して、同時に私個人の名義で学院で騎士を募集します。私は聖エルマから卒業したのも数年前のことです。私のことは学院の先輩として見ていただいても構いません。ってことはちょっと軽めに話しかけてもいいってこと。王室には対外的な政治や文化を受け継ぐ責任を背負っています。ですから私は芸術に興味を持つ人材を募集したいと思います。それでは皆さん、少し考えてください。ぜひ慎重に決めましょうね。ここで当たり前やろ、お前一番かわいいんだよ。もう王室に忠誠誓います。はい。後に分かることでしょう。これが最も正しい決定であると。あなたも分かるでしょう。この娘、あゆみがどんだけすごい人間になるのかをな。あなたたちの中に、私をお目にしたいがためにここに立ってる人もいるでしょう。俺だな。なんでもね、これ。さえ、打ち取ってくれれば、それを叶えて差し上げましょう。え、これ敵なの？名前に姫ってあるしね、敵じゃないと思ってたけど。グビネス王女と何の関係があるの？どうやらまだ知らないのね。これは国王が先週の国家議会で決めたことなの。現在の軍事的目標は、森の悪魔。なんて読むんこれマジで。もう姫でいいわ。姫を打ち倒し、魔獣が復活する元を断つことなの。はあ、こいつ倒せば魔獣消えるんだ。それを早く達成するために、国王が承諾したのよ。姫の首を取った者は、グビネス王女と結婚できるって。え？でも、ちょっと待って、それってさ、グビネス王女と結婚できるのは、歩みになるんだよね。俺全く関係ないでしょ。俺が結婚するならもう全力全身全霊でやるよ。でもこれ結婚できるの多分歩みなんだよね。でもグビネス王女、まだあんなに若いのに。ちなみになんかこれレビュー見た感じ、あの女の子ともやっぱこう結婚とかもできるらしいんだよね。私もそう思う。だからリナとも結婚できるところでしょ。私だったら絶対に同意しないし。でも王女は対局を重んじる方、それに王女はもともと結婚に興味なさそうらしい。もし私が姫を殺したら王女さんと結婚できるの？悪くない考えだけど、あなたの腕次第なのね。でも子供産まなきゃいけないじゃん、結局。なんか女性女子は女性女子で、できるわけじゃないじゃん。この世界は多分ね。魔法で生まれるわけでもないし。だからまあ、子供をなすんだったら、まあ、俺が同じ血を引くんだから、俺がやった方がいいと。なんか気持ち悪い。やばい。さすがに引かれる。それでは生徒の皆さん、みんな気に入った両親を見つけたと思います。それでは今日の入学式はこれで終了とします。ギビネス王女。あと、後の宴会で王室の踊り姿を見せてもらいましょうか。なんかさ、信用に値しないよね、仮面つけてる時点で。なんで素顔さらさないの。レベッサ騎士も魔獣を倒す腕を披露してはいかが。うん、
ちょっとギスギスしてる。おっと、これはまた勉強できるものがありそうですね。めったにないチャンスです。さあさあ、あゆみ、私たちも教室に戻りましょう。そうね、これでさっきらの湖とかにいたあの男たちとも出会うってこと？絶対やだな。なんだか全部これから始まる気がするね。だろうね、入学式だしね。あー、なるほどね、これで2月になったのか。ああ、最近お嬢さん何か悩み事があるみたいだく。これは由々しきことだぞ。あゆみ、お嬢さんはまだお花みたいな年頃。何言ったのおめ、君は唯一の家族としてお嬢さんのお悩みに、耳を傾けないと聞いてお嬢さんが悲しくなる。でもさ、こういうのってさ、同じ年代ぐらいの子のさ方が悩みとか聞きやすいんじゃないの？お父さん聞いた方がいいのかな。分かってるさ、これは親として俺が果たすべき責任だ。だって話したいことだったら自ら話しかけてこない？でも話しづらいんかな、俺から言わないと。必ず覚えておくんだぞ。長い間お嬢さんの悩みを無視したら必ず良くないことが起きるからだ。なんで？分かったよ。そうなの？それじゃあいつも通り目標を決めよう。でもそう厳しくしなくてもいいさ。娘の幼女少女期に自分はどんな父親になるのかって想像してみるといいさ。ああそういうこと、娘に信頼される同志、娘を安心させる戦士、娘を楽しませる親友。ああでも親友みたいな家族いいな。俺の家族は実際こういう感じだもんね。これだな。おお、この目標はいいね。いつも乗ってくれて感動しちゃうよく。よし、これからは娘の悩み事にも気をかけておくんだよ。お前今まで語尾に食うってつけてたっけ？急にキャラ付けすんのやめろ。あ、心配事ある。え、待って、お前もう子供のこと考えてる？さすがにそらんねえよな。ねえ、もう子供欲しいとか思ってねえよな。あ、お父さんが来た。いや、聞くか。これ何？あ、平和ね。心が穏やか。心配事聞くか。わあ、あゆみの心配事に対してホワイトは、何の心配事なの？え、無する前闇が10。おい、聞くに決まってるやろ。お父様、漁師様たちの関係について悔しいの？クビネス姫とレベッサは昔森で決闘していたという噂を聞いたけど、しかも学院長が立ち会わせていたみたい。ああ、そういうこと？ライバルみたいな感じ？俺も聞いたことがある。レベッサがハンド家の特別漁師になったこと。クビネス姫はご不満らしく、レベッサの腕を確かめるために決闘を申し込んだらしい。へえ、そうだったの。それじゃあ最後は誰が勝ったの？なんだかんだ言って俺が勝ったりしてね。なんかわかんないけど。勝負はつかなかったよ。決着がつく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 で、ブレイン学院長に止められたんだ。どっちの決着がつきとらったの？ふむふむ、そっかそっか。もしそれ以上続けてたら王室と二大家族をめぐる闘争になっちゃわない？うん。例えば三人の漁師様が縄文前で命を懸けた決闘をしていたら、それぞれの騎士団は自分たち漁師をかばうでしょ。そしたら共倒れになって国の兵力が大きく減っちゃうんじゃない？ほんと12歳にしたらすげえ、なんかすげえペラ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 喋るな、難しいこと。うん、さすが見習い騎士になっただけはある。国のことを考えるようになって責任感が強くなってきたね。やだー。娘を褒める。俺がずっと守ってやるよ。いや、これは多分ダメだよね。多分この子は多分どっちか出たら独り立ちしようと思ってんじゃねえかな。いつでも正義の味方をするように教育する。いや、もうエミやシロなるやん。ねえねえねえ、ちょっと怖いよ。3人の両親が制約し合う関係を説明する。うん、詳しく説明した方がいいんじゃないの？なるほど、それならしばらくは無茶なことをしなくなるね。やっと安心して眠れるよ。やっぱりお父さんに聞いてよかったよ。俺よくわかんねえけど、お父さんに打ち明けることで歩みの知力が50も上がった。歩みは励まされて頭脳が1上がった。歩みはお父さんの評価が上がった。おい、チンチンやん。チンチン、話しかけよう。お父さん、我が家の歴史について話してくれないから。いや、い特にね。評価って何？あ、ダサいなくなってる。しゃ、目標、娘を楽しませる親友になってる。評価100分の3ゴミゴミいいから、ちょっとこれ一生やっちゃいそうだから、ちょっとのどんくらいやってんのか、どうかしかどうなってるのか分かんないから、一回終わっていい？一回終わっていい？ってか、続き正直やるか分かんないです。まあ、なんかプライベートで遊びたいって気持ちも正直あるな。なんか黙々とやっちゃいたい、こういうゲームは。だからちょっと次があるか分かんない。まあ、公表しないって言っときますね。ということで、一旦終わります。まあ、とりあえず、5歳から12歳になったんだね。12歳になって次また6月になったりとかすれば、今度17歳とかになるのかな。5年刻みとかなんかな、多分。いやー、おもれえ。やっぱね、これやってておもれえわ。まあ、動画的に見てる方はおもろいのか分かんないけど、めちゃめちゃやってておもろいわ。みんなもやってみて。なんなら、めちゃめちゃ面白いから、もうめっちゃおもろい。